トミさん、こんにちは。2024合格基礎講座行政法規第1回目の講義を始めてまいります。担当いたしますは、レク専任講師の豊岡と申します。どうかよろしくお願いいたします。はい、それでですね、今回から全14回にわたりまして、行政法規の講義を行ってまいります。で、この合格基礎講座なんですけども、ね、まあ、インプットですね、インプット。行政法規のね、大事な知識をね、こうインプットする。そういう非常にね、大事な講座になりますので、ぜひね、しっかりとお聞きになってください。で、適宜ですね、まあ、テキスト、合格基礎テキストとかにね、適宜こうメモとかね、してって、くれぐれも、あのね、聞きっぱ読みっぱとかね、そういうふうにはしないようにしてください。やっぱり勉強って形に残すのが大事ですからね。で、ちなみにですね、この行政法規、ね、何のために勉強するのかといえば、もう当然皆さんご存知の通り、皆さんが将来鑑定士におなりになった時ですね、やっぱり仕事で使うと、もう鑑定理論と同じです、ね。で、この行政法規なんですけども、皆さんがね、正確な鑑定評価業務を行う、あるいは的確なコンサルティング業務を行うために、やっぱりその土地、あるいは建物にどんな法律上の規制が及んでいるのか、ね、これ知らなければやっぱりそれはできませんから、ね、だからそのためにこの行政法規勉強する、まあ、そういうことです。で、なんで私でこんなね当たり前のことを今ここで確認しているかといいますと、これから勉強する行政法規、とにかく知識が膨大ですですね。ちょっと最初から驚かして申し訳ないんですけど、とにかくね、勉強する範囲が広くて知識も膨大です。だから勉強してる途中でね、なんでこんな知識まで覚えるのかな、なんでこんなのね、あの国交省は聞いてくんのかな、ね、おそらくそういうぼやきがね、皆さんの中でおそらく出てくると思います。で、その時にね、思い出してください、ね、今こんな勉強してる知識、ね、将来自分が仕事で使うんだ、将来ね、仕事で役立つんだ、そうやってご自分を言い聞かせて、ね、また場合によってはご自分を鼓舞して、ね、この行政法規の勉強を継続してほしいんですよ。ですね。ただね、まあそう言いつつもね、やっぱりこの行政法規、ね、範囲が広い。全部で37の法律ですね。37の法律。これが一応、あの範囲、試験範囲に入ってます。ただ、全部が全部毎年出るわけじゃないんですよ。都市計画法とか建築基準法みたいにね、毎年出る法律もあれば、ね、あの道路法とか自然公園法みたいにね、都市によって出たり、ね、出なかったり、そういう法律もあるんですね。ただそうは言いつつもやっぱり範囲が広い、知識も本当に膨大です。覚えなきゃいけない知識膨大ですよ。ですね。で、加えてちょっとこう注意して聞いてほしいんですけども、その37の法律のうち2つの法律で今回改正が行われています。当然範囲が膨らんでんですよ、広がってんですよ。で、1つはマンションの建て替え等の円滑化に関する法律って言いますね、まあ、略して円滑化法って呼んでるんですけど、この円滑化法に関してはね、改正は昨年、令和、4年ですね、令和4年2022年でした。で、もうその時にすでに施行されてます、ね、したがって今回この合格基礎テキストですね、この後ねご覧いただきますけど、この中に収めてあります、その改正部分ですね。これが円滑化法。あともう一つの法律がね、これ宅建とかやった方は分かると思うんですけど、宅地造成等規制法って言います。宅地造成等規制法で、これが大改正があって、実は法律名も変わっちゃったんですよ。法律名も変わってしまって、これね、正確に私まだ名前ですね、名前正確に覚えきれてないっていうのもあるんだけど、宅地造成及び特定盛土等規制法って言います。ちょっと間違いないですよ。今ちょっと見ながらね、ちょっとカンニングしながら言いましたけども、名前も変わっちゃったんですよ。当然中身も変わってます。で、もっと言うと条文が倍増です。倍になってるんですよ。大改正です。大改正で、このね、宅造法、まあ正確に言うと旧ですね、もう古いんで、旧宅造法、これは改正は昨年でした。やっぱり2022年令和、5年です。あ、令和4年ですね、ごめんなさい、令和4年2022年、前年、昨年だったんですよ。で、施行が今年2023年でした。5月なんですよ。5月だから、まだホヤホヤです。今収録してる直前に施行されたと。だから私も大慌てでね、今回このね、まあ、改正された宅造法ね、これ乗っけたということで、とにかくボリュームが増えてます。もちろん全部が全部
ね、試験で出るわけじゃありませんので、当然私はこの講座の中ではメリハリをつけてね、皆さんにここ覚えてね、ここは読んどくだけでいいよ、そんな形でね講義は進めていきますけど、ただやっぱりボリューム自体は増えてるよ、この2つですから、結果として行政法規の勉強すべき範囲がやっぱり大幅に増えてるっていうのは知っといてください。いいですね。じゃあその上でちょっと使用するテキスト改めて確認いたしますけども、よいしょ、こちらですね、合格基礎テキスト、ね、当然これはご用意ください。このテキストに沿って、ね、この順番に、ね、乗ってあの講義を行ってまいりますんで、いいですね。であと、じゃあこれは足別ですね、足別行政法規上巻、これ過去問集ですね。あとさらにはもう一冊、足別行政法規下巻、これも過去問集ですね。このね、まあ、俗に足別って呼んでますけど、この過去問集、これはこの講座の中では基本的に使いません、ね、これはあくまでも位置づけとしては皆さんの読習用ですね、皆さんがご自分で取り組んでいただく、そういう教材という位置づけですので、基本的にこの講座の中では使用いたしませんので、ですからあの基本的にご用意なさらなくても OK です、ね、逆にこちらの、ね、合格基礎テキストですね、当然これはね毎回ご用意ください。でちょっとめくりますけども、この後ねすぐね都市計画法に入ってきますけど、こんな感じですね、こんな感じで今ね5ページを開いたんですけども、こんな感じで皆さんに覚えていただきたい箇所ですね、ピンクのマーカーで私ねあらかじめこうやってね印をつけてます。いいですね。でこの後講義の中でね、私皆さんにマークしてくださいねって申し上げますからね、マークしてくださいねっていうのは、このね私がピンクのマーカーでお示しをした箇所、これを皆さんがこれを参考にしながらね、今度ご自分のテキストのこの該当箇所に印をつけてほしいんですよ。印をつけてほしい。これは私マークしてくださいねって言い方いたしますから、これは最終的に皆さんに覚えていただきたいんですよ。覚えていただきたい。いいですね。マークしてくださいねって、いいですねって言ったら、このねピンクのマーカーでお示しした箇所、ご自分のテキストに印をつけてってくださいですね。これが、まあ、勉強の簡単に言うと、ね、勉強とかこの講座の、まあ、柱になります。もちろん適宜必要に応じて解説は加えてきますね。でも一応こうやってね皆さんに覚えていただきたい箇所をしっかりとお示しして、皆さんにご自分のテキストにマークしてもらう、印をつけてもらうね。あとはそれをね基本的に覚えていく。あと当然この後足別にも取り組んでいただきますけど、とにかくこの講座の中ではね、私がマークしてくださいねって言った箇所は必ず印につけてください。それがねこの行政法規のそれぞれの法律の知識のベースになりますから、柱になりますから、当然試験で使うんですよ。いいですね。いいですね。これねしっかりとやってくださいね。でマークしてねする場合ですけども、別に私と同じねこんなピンクのマーカーである必要はないですよ、ね、ちょっと目がチカチカするよって方は別に他のねもっと落ち着いた色でもいいです。緑でもいいし青でもいいし、ね、黄色だとちょっと反射しちゃうかなってそんな気がいたします。あるいはもうマーカーめんどくさいよって方はね、あのアンダーラインでもいいです。シャーペンでも鉛筆でもアンダーライン引くでもいいしね、あるいはね受講生さんによってはね、あのなんかこうキーワードを鉛筆でぐるっとまるでねこう囲って印つけていくって方も時々いらっしゃいます。ですから最終的にはねそのマークの仕方に関しましては皆さんにお任せしますんで、要するに後でテキストを開いた時にね、あこことこことここを覚えればいいんだなってことはご自分ですぐ分かるようにしてほしいんですよ、ね、ですからそのマークの仕方は皆さんにお任せしますん でとにかくこんなの形でね皆さんにマークしてくださいね。で市街化区域ってこういうもんですよ、市街化調整区域ってこういうもんですよ、ね、適宜必要に応じて解説を加えて、そういう形でどんどんね講義を進めてまいりますですね。でちょっと一点申し上げておきますと、足別です。足別行政法規は基本的にねこの講座をお聞きになりながら並行してやっていくっていうやり方ちょっと避けてほしいなと思います。これはっきり冒頭で申し上げておきます。中にはねこの講義を聞きながら並行してねその法律のその問題、足別行政法規に載っているその法律の問題解いていく、並行してやっていくって方も時々いらっしゃるけど、効率が良くないですね。効率が良くない。例えばこの後都市計画をね講義いたしますけども、都市計画法結構ね足別の問題数が多いんですよ、ね、だから講義を聞いて、ね、講義を聞きながら足別の、ね、問題解いていくと、ね、なかなか次の2番目の建築基準法の講義を聞くってところまでいかないと思います。時間かかるから、問題数多いから。
で、これはね、徐々にやっぱね、勉強のモチベーションにも影響してくると思うんですよ。いつまで経っても建築基準、2番目の建築基準法に進まない、講義も聞けない、依然として都市計画法のアスベスト問題ずっと延々と解いてる、ね、これはやっぱりちょっとね、モチベーションという点からもね、よろしくないんで。ですからまずは全14回、まず最初に聞いちゃってください。いいですね、全14回まず聞いて、でその後で改めて足別に取り組んでください。もうその時は止めませんから、もう思う存分足別に取り組んで、それを本試験当日まで足別をひたすら繰り返してください。いいですね。だからまずは合格基礎講座全14回を先に視聴する、聞き終える、その後に足別に取り組むと、ね、こういう順番でやってみてください。よしですね。でこの講座ですけどもね、一応全14回、結構ね、あの回数ありますし、法律もとにかく出てくる。でもまた後でねお話ししますけども、全部の法律やるわけじゃありません。中にはカットする法律もあります。この後改めて具体的にお話しますからね。取るべき法律、やるべき法律と思い切って切り捨てる法律、これが出てきます。やっぱりね、費用対効果を考えると全部の37の法律をベターってやるっていうのはやっぱりね、よろしくないんですよ。費用対効果考えるとやっぱり大事なね、また取れる法律をしっかり特定する、逆に費用対効果のよろしくないね、法律についてはバッサリ切り捨てる。切り捨てるってのは最初から手をつけないってこと。こんな感じでメリハリをつけてやってきますから。でもこのね、私の指示に従ってきちんとやった方は確実に高得点を取って担当を受かってますから、だから全然心配しなくていい。よしですね、ぜひ私のねことを信じて私の指示通りやってみてください。必ず良かったなとね、豊岡講師の指示に従って勉強して良かったなと、そう思える日が来ますから、来年2024年ですね、私だんだん最近令和となんかね、言語とごちゃになってしまうんで、2024年ね、令和6年ね、絶対にね、指示通り勉強してよかったな、そういう日が来ますから、よろしいですね。でこの合格基礎講座聞き終わったら足別ですね。で足別のやり方、もう皆さんすでにね、もう鑑定理論の講義をお聞きになって、中にはもうすでに鑑定理論の足別ね、やってるよって方も少なくないかなと思うんですけど、基本的なね、作りはもう鑑定理論と同じでしょ。でちょっとこれね、足別行政法規についてちょこっと申し上げておきます と、例えばですね、ちょっと一番最初、都市計画法のね、よいしょ、こちらね、これ4ページですね、4ページ見ていただきますと、もう基本的な作りは鑑定理論と同じなんですけども、この星印がありますね、これ重要度を示してます。いいですね。でとにかくこれね、星3つが一番重要、星2つですねが次に重要で、このページは載ってませんけど、星1個、これが一番重要度が低いってことなんですけども、とにかくね、星3つと2つをしっかりやってください。星1個は飛ばしていいです。細かい。中にはね、頑張って星1個もやる方いるんですよ。でも後で試験、担当試験終わった後で、私そういう方にね、結構個別にヒアリングすると、確かにそういう方たちね、やっぱりしっかり準備してるから、担当は当然受かっていくんですよ。受かっていくけど、意外と行政法規でそんなにね、8割9割は取ってないんですよ。意外と取ってない、星1個までやった人は、ね、だからそういう点からもね、星1個までやると確かに精神的な安定は得られるかもしれないけども、必ずしもそんなに効率が良くない、ね、逆に星3つと2つをがっちりやった人はね、多少細かい問題出ても、その星3つと2つで得た知識をベースに推論を働かせて、結構問題解いてくんですよ、初見の問題も。したがって結構8割9割取る人出てくるんですよ、星3つと2つだけで。いいですね。だからこの足別に関してはね、星1個はもう飛ばしちゃっていいです、細かいからね。星3つと2つ、これをしっかり取り組んでください、よしですね。で星3つは当然一番重要で、星2つが次に重要なんだけど、これね、取り組んでいかれる過程ですぐお気づきになると思うんですけど、この星2つっていうのは数が多いんですよ。でもっと言うと、限りなく星1個に近いものから、逆に限りなく星3つに近いものまで、かなり幅広いものがね、星2つの中に入っていますね。したがって限りなく星1個に近い、そういう細かい問題もね、無理くり星2つに入れている問題が結構あるんですよ。
だから皆さん星2つをおやりになっている時にね、あれこれ細かい星1個じゃないのってね、お感じになることがちょこちょこ出てくると思いますけどね、一応そういうことでね、一応これは私の方であえて星2つにしてます。なんでかっていうとね、星1個にしちゃうと今申し上げた通り、もう皆さんにやんなくていいですよって言ってるんですよ。だから皆さんにからするとね、全くその知識問題見ないで本試験会場行くわけですよ、ね、だけど細かいけど1回はどっかで見ておいてほしいなって問題もある、そういう知識もね、知識問題もある、それを私の方で無理くり星2つに入れてる、そういうことなんですよ、そういうことね。だからおときになっててこれ細かいよなって問題がねちょこちょこ出てくると思いますけど、その時もね、私のことこの言葉を思い出してくださいね。細かいけどどっかで、あ、これ一回見といてほしいんだな、そういう趣旨で星2つの中に入れてるんだな、ね、この言葉ぜひ思い出してください。よろしいですね。で、あともう一回ちょっとね、足別戻りますけども、これ右のページがね、これもカンティロンと同じで解説になってます。で、特に誤りですね、誤りのね問題についてはどこが誤りなのか、しっかりそこをねえぐり出すようにしてくださいですね。単にね問題解いて解説読んで、あ、できたできなかったって全然意味ないんですよ。これではこの過去問足別を検討したとは言いません。ただ解いただけ、解いただけ、これで意味がないんですよ。何も残んない、いいですね。特に誤りなしです、誤りなし、どこが誤ってんのかしっかり解説を見てご自分で抽出するね、ご自分でまあえぐり出すっていうんですかね、それを意識してください。それが大事だから。で、これで終わりじゃないですよ。またさらにその後、それぞれのね、これもカンティロンと同じですけども、テキスト、これ当然合格基礎テキストを指してますね。ここを開いてください。開いて、で、すでにこのね問題の知識がこの該当ページにね印がついているんであれば、そこをもう一回しっかり読む。で、もし印がついてない、そういうね、特に細かいね、問題の場合ですね、もう大半のね、あの基本的なあの知識問題についてはね、この合格基礎講座の中で皆さんにねマークしてってもらいますから、だからテキストを開けば、あ、なんだこれ合格基礎講座でねやったな、ね、お感じになる知識がいっぱい出てきますけど、その一方でね、この合格基礎講座の中で取り上げない、そういう細かい知識問題当然あります。それを足別に乗っけてんですよ。だからこの合格基礎講座しっかり聞いてね、この合格基礎講座に載ってる問題、当然足別にも載ってますから、それをしっかりやる。また合格基礎テキストに載ってない、そういう細かい知識問題で足別に載ってるものも結構ありますからね。だからそういうものも足別を通じてその知識を抑える、これやってほしいんですよ。で、そのためにも必ずテキストですね、面倒でもね、各問題ごとにテキストピークスね、これを開いてね、印がついてるか、もしついてなければ合格、ね、基礎講座、この講座の中でやってないってことですから、ね、でもやっぱり足別に乗っけてる。で、星2つ、ね、もし星2つであってもやっぱりやる必要がありますから、テキストにご自分で印をつけてください。そういうこと、よろしいです ね。だから足別って大事なんですよ、大事、ね、大半がこの、ね、講座の中で、ね、その知識は取り上げますけど、ね、抑えていきますけども、ね、当然この講座内で全部の細かい知識までね、抑えることできませんから、だからそういうものについては改めて足別の方で補っていくと、ね、そういう意味ありますから、ね、ぜひ足別しっかりと取り組んでください。でね、回す回数については特にね、まあ別に決まりはありません。ね、人によっては1回あるいは2回転ぐらいで受かっていっちゃう人も結構いるんですよ。いる。ね、逆にね、5回以上回す方もいます。大変ですね。さすがに5回以上。でもね、大体私がね、皆さんからこうヒアリングして知ってる限りではね、3、4回かな。3、4回一番多いのかな。やっぱり1回、2回ってちょっとレアですね。レア。知識膨大だから。1回、2回でも頭の中しっかりインプットできる人ってやっぱちょっと少ないですね。大体3、4回が多いのかな。でも特に決まりはないですから。大事なことはこの星、あのね、足別の星3つと2つの知識を自分のものにすることだから、これが目的だからですね。それを使って本試験問題解いていくわけだから、だからしっかり自分の頭にインプットできるまでは繰り返してください。繰り返す、これは個人差があります。個人差があるから、だから一概に言えないよ、そういうことなんですね。ただ一応まあ私が、ね、知る限りではだいたい 3,4 回が一番標準かなっていう感じですね。でもね、
もし仮に3回目4回目やるとしてもね、全問星3つと2つを全問やる必要はないです、ね、もう毎回やって、ね、毎回できる問題は飛ばせばいいんですよ。飛ばせばいい、ね、次やったってできるから、そんなの飛ばす。で逆に何回やっても間違えるような問題、そういうものに絞っていけばいいんですよ。そうすると、まあ、場合によっては4回5回回すことも不可能じゃないかなとは思います。まあ、ちょっと参考にはしてみてください。よしですね、まあ、こんな感じでいろいろ話してきましたけど、ね、でとにかくさっきも言いましたけど、ね、合格基礎講座全14回まず一通り聞いて、でその後はとにかく本試験当日まで足別を繰り返してください。よしですね、でその過程でその途中で年末ですね、年末に担当総まとめ講座、あと行政法規の改正対策講座、ね、これも皆さんの、ね、ご自宅に届きますから、またそれねしっかり講義聞いて、ね、あの利用してみてください。よしですね、で年が明けるといよいよね、あの担当実践当練が始まります。で最終的に担当公開模試までね、こうやって続いていくわけですけども、担当実践当練になったらまたね問題の解き方とかも私レクチャーしますからね。やっぱりね、担当の問題解くってやっぱテクニックもいるんですよね。普段の勉強はね、足別の知識ね、足別聞かれてる知識をインプットする、これが勉強のね、まあベースになるわけだけどね、本番ね、本試験問題に特に当たってはやっぱりね、インプットだけではちょっと不十分、やっぱり解き方、これもあるんですよ。これもいろんなテクニックがあるんで、これ担当実践通りの時また皆さんにレクチャーしますから、またその時ぜひしっかりと講義を聞いてください。よしですね、であと当然ね、勉強する過程で分からない点が出てきましたらね、あの教えてチューターで、あの遠慮なくご質問をお寄せください。なるはやで、あのね、あの返信するようにいたしますので。ただ当然この講座はね、試験に受かるための講座ですからね、ですからご質問の内容がね、およそ試験と関係ないな、ね、あるいはちょっと細かすぎるなっていう時はその旨しっかりね、皆さんにお伝えして、場合によっては回答しないこともありえますから、その点はぜひね、あらかじめご承知を聞きください。あくまでも試験に受かるための講座ですから、試験に関係ないことについてはね、お答えしませんのでね、これですね、ぜひねご承知を聞きください。一応こんなところでね、いろいろ喋ってきましたけども、この後いよいよね、テキストに入っていきましょう。で改めてですね、合格基礎テキスト、こちらよいしょ、ご用意ください。ですね、こちらいきますよ、合格基礎テキスト、ね、毎回これ一冊ね必ずご用意ください。でちょっと表紙ですね、開けてみてください。これ端書き載ってますけど、こんなのね、後でもうどっかね、あのお茶でも飲みながら一回目通していただければ OK で。でちょっとね、右上にちょっとね、いい感じで余白があるんで、ちょっと私の方で図を書きます。ピラミッドですね。三角形のピラミッドで ABC です。ですね。こちら。でこれ何かというとね、行政法規で勉強する知識の体系と思ってくださいですね。ピラミッドにしました。私よくこれも図書くんですよ。で A が一番重要、 B が2番目に重要で、 C が一番重要度が低いと思ってください。いいですね。で皆さんこれね、どっから勉強しますかってことです。どっから勉強しますかってことで、独学者ね、独学者、予備校とか使わないで自分でね勉強する人に多いのがこれなんですよ。こっからやっていくんですよ。要するにテキストを1ページ目からベターと読んでいく、ね、問題も重要度を考えないで、とにかく問題を1問目からベターと解いていく、こういうやり方、これ独学者に多いです。多いで、これもこの図ご覧いただくとすぐお分かりの通りですけども、無駄が多いでしょ。無駄が多いね、なかなか重要度のね一番高い A のところ来ないですよ。これでこんなね無駄な勉強をやったら大抵ね、この真ん中ぐらいですね、ね、頑張ってこんな風に勉強を進めてきて、真ん中まで来た時点でもうタイムオーバーですよ。タイムオーバーで本試験突入して玉砕ですよ、不合格ね。だからこれ一番やっちゃダメ。じゃあどっからやんの、ここです。上からやるんですよ。 A ランクからやるね。で B ランクって形でどんどん降りていくんですよ。これが一番合理的だから、試験勉強で、特に国家試験の勉強ではこれが一番合理的なんですよ。出るところ、一番重要なところから潰していくってこと、よろしいですね。これをぜひ意識してください、ね、これが大事です。例えばね、例えば皆さんがね、この後行政法規の一つとして法人税法との勉強をします。これ毎年1問出るんですよ。1問出る。
で皆さん名前聞くとね、なんだよ税金かよと、なんかやだなと思うでしょ。でもこの法人税法簡単なんですよ。簡単なの。とにかく出るところが決まってるんですよ。50条法人税法の50条からしか出ない。で出る知識も決まってるんですよ。足別に載ってるね問題さえ押さえれば確実に得点できる。これ V サインね、確実に得点できるんですよ。だから実際本試験の、あの法人税法の正解率はだいたい例年 80% とか 90%、ね、80% あるいは 90% の人が得点してるんですよ。だから逆に言うとこの法人税法で取りこぼしてるようでは合格は厳しい、そういうこと、ね、だから、ね、この法人税法50条からしか出ない、ね、でこれちょっと図で書くとこんな意味ですよ。法人税法自体は実はこれ範囲広いんですよ、ね、書きますよ。法人税法よろしいですね。これでも出るのがこれだけ50条と。でこれがまさにちょっと字が読めなくなりますが、これが A ランクってこと。 A ランクね、だから他のところやりませんよ。これだけ、これが A ランクだから、そういうことね。これでまた改めてね勉強の仕方イメージねちょっと持ってみてください。よろしいですかね。こんなところです。であとね本試験のデータですね、本試験データ、これ詳しくねデータをお知りになりたい方は国交省のホームページご覧になってくださいね。国交省のホームページ見ていただきますと、カレンダーのねあの本試験のデータ、あと本試験問題とかも全部載ってますから、 PDF で載ってますからね、この試験情報に関してね詳しくお知りになりたい方はぜひ国交省のホームページご覧になってみてください。で今、令和5年2023年の担当本試験の発表前に実は今これ収録してるんですよ。ですから令和5年2023年の担当本試験のデータについてはちょっと当然私まだ知りません、わかりません、発表前だから、ね、で前年の、ね、2022年ですね、ごめんなさい2022年ですね、2022年、ね、令和4年前年の、ね、データについてはあの国交省のホームページに載ってますん でそれ見るとね合格点が150でしたね、合格点が150でした。令和4年2022年、高かったんですよ、ものすごい高かった。で今年、ね、2023年はおそらくねまだ発表ねありませんけど、おそらくもうちょっと下がるかなとは思ってます。で前年150になってやっぱり取ってんですよ、皆さん受験生が取ってる、ね、だから当然合格ラインが150まで上がってるってことなんだけども、一応ね前年をベースにちょっとお話しいたしますと、行政法規で7割鑑定理論で8割したがって合わせて、まあ、150、ね、っていうのが一応の目安だったんですよ。目安だった、非常に150高かったんだけど、で今年まだ発表ありませんけどもね、一応来年皆さんが受験なさる令和6年ね、2024年について今の時点でね、あくまでも推測ですよ、推測で申し上げますけども、一応やっぱりね行政法規の目安としてはやっぱり7割はやっぱり目指したいと思ってますね。今年の結果どうなるか分かりませんけど、やっぱりね前年ねもう行政法規一応7割は取らないとなかなかね110までいかない、そういうね問題が出てますんで、直近のねそういう傾向を踏まえるとね、今年はどうなるか分かりませんけど、来年皆さんが受験なさる令和6年2024年に関しては一応の目安としては行政法規7割、ね、私これずっと言い続けていきますから、ね、7割これをぜひね目標に勉強を進めていきたいと思います。よしですね、結構ねハードル高いですけど、でも理論で取れますから、ね、皆さんご存じの通り理論の方が優しいですからね、理論でがっちり取ってで行政法規で取りこぼさないにすればそれで OK なんで、ただ一応のねまあ、数字としての目安としては7割これをねぜひ目安として目標として勉強をね1年間やっていきたいと思いますんで、ぜひね覚えておいてくださいですね。でちょっとテキストの戻りますけども、よいしょですね。であとねちょっと適宜ちょっとめくってほしいんですけど、目次がありますね、目次でちょっとね下降りてってくださいね、ちょっと一回持ち上げますよ。で5番これですね、これさっき私が申し上げたね37の法律のうちの2つ改正があったよって言ったうちの一つです、ね、あの例の円滑化法、円滑化法これ前年、ね、あの大幅な改正があってで施行されてで今回ねこちらその改正部分お載せしてますんで、
非常にねボリュームが増えてます。これね、1問しか出ない、1問しか出ないんですよ、これ円滑化法ね。でも非常に改正によってボリュームが増えちゃったよということで、でちょっとねまたページめくってください、目次ね。で17番です。17番これですよ。これがね例の旧宅造法です。ね、宅地造成等規制法って呼んでいた法律が改正によって名前まで変わってるんですよ。長いですねこれね。私未だにねこれ見ないでね言えるかって時々言い間違えるんですよ。宅地造成及び特定盛土等、これ等がありますね、規制法ってことでね、名前まで変わっちゃいましたんで。で今回私これ改定にあたってね、当然このねこの新しいね改正部分ですね、これ反映してますけど、ボリュームがすごい増えてますんでね、ぜひちょっとねここはねしっかりと皆さんにお伝えしたいなと思ってますね。でちょっとまたちょっと目次めくってください。こちらですね。で今度ね25番、こっからね税法が始まるんですよ。で所得税法で26番がさっき申し上げた法人税法ね、50条からしか出ないよって言ったやつね。で27番、租税特別措置法、これ税金を安くしてくれる法律なんですよ。で28番、相続税法で、最後が、29番、地方税法ってことで、税法が5つ出ます。5つ出る。ですね。で、これもね、さっきも言いましたけどね、食わず嫌いにならないでください。食わず嫌いに。税金って聞いてね、なんか、なんていうのかな、こう、喜ぶ人ってあまりいないと思うんですよ。確かに。なんかめんどくさいですよね。確定申告もそうだけど。なんか税金って聞くとなんかめんどくさいなってイメージしかないんで。ね、でも、試験にあってはね、これ非常にね、取りやすいんで、特にちょっと印ね、ここであえてつけときますと、所得税法、これ丸、丸ってのは取れるし、取らなきゃ絶対ダメ。やっぱりさっきの法人税法、こっちも当然丸ですよ。これと同じく本試験の正解率高いんですよ。 80% あるいは 90% になることも決して珍しくないの、所得税法ですね。で租税特別措置法3番目で、これ最近ちょこちょこね難しい問題も最近出るようになってるんですよ。出るようになってる。でもこれもね優しい時は本当優しいんでね、これも一応ねやっぱりしっかりとねこれ取る必要ある。だから税法5つのうち3つはやっぱり何としてもね得点していきたい。行政法規でさっき申し上げた7割ね、これにね到達するためにもぜひね3つは取りたい。で相続税法ですね、相続税法、これはね優しい時は本当に優しいんですよ。ただ難しい時はね本当難しいってことなんで、だからそうすると、まあ、一応ちょっと三角で地方税法、これがね一番のくせ者で、過去問でもね聞いてないようなそんなね初見の知識問題結構平気で出してくる。だから正解率が 50% いかないことが結構多いんですよ、地方税法ね。だからこれもちょっと三角って感じでですね。でそうすると税法5つのうち一応上3つね、これはぜひねしっかり準備してなんとかねしっかり得点できるようにしてきます。で下2つ、これもね全く手抜きはしませんよね、手抜きはしませんけど一応基本的なところをしっかり押さえてそれで取れれば OK、 ダメでももともと、そんなイメージでこの2つねちょっと押さえてみてくださいですね。で今度またちょっとページめくっていただいて、よいしょ、でこちら見てください。今度出題法令A 群編というページですね。こちらで向かって右側がおいしょ出題法令 B 群編ということで、この A 群 B 群、これはねうちでねレックの方で勝手につけたネーミングなんですけど、皆さんこれ意味合いってわかります？これ上がね年度です、過去10年間のこれ年度で、これ平成25年から令和4年ね、令和年、今年の最新のまでは載っけてません。鑑定量に合わせてね、これ前年までのに留めてますんで、ただ必要に応じて令和5年についてはねコメントすべきところはねコメント していきたいと思ってますけど、テキストに関しましてはね前年令和4年ね2022年までのに留めてますんでね、これ過去10年間丸は出題されましたってこと。だからもう見てもらうと全部丸だから、この A 群っていうのは毎年出る法律を一応指してますですね。そうすると右のよいしょB 群、これはもう虫食いになってるでしょ、虫食いね。これは年によって出たり出なかったりする法律ってこと。さっきも言いましたけどね、道路法とか自然公園法見てくださいこれね、こんな感じで道路法自然公園法ね、虫食いになってるでしょ、年によって出たり出なかったりそういうことなんですね。こんな感じで面白いですね。だから全部ね
合わせて37、ね、法律があるわけですけど、全部が全部毎年出るわけじゃなくて、ね、こういう B 群編のやつみたいに、ね、出なかったりするやつもあるんですね。そうすると当然皆さんとしてはね、こっちでしょ、まず A 群から抑えようよ、そういうこと、だって毎年出るんだもん、いいですよね。でその上でこの数字ちょっと、もうちょっと今日がいいかな、よいしょ、こちらね、この法律名の左横に私手書きでお示しをしたこの数字着目してください。これ何かっていうと出題問題数です。何問出てるかってことすると皆さん驚かれるでしょ、都市計画法と建築基準法ね、この時計と建基の2つで10問出てるんですよ。で担当って、ね、鑑定料もそうだけど40問出るわけでしょ、40問中の10問すなわち4分の1が時計と建基から出てるってこと。だから当然この2つが柱ですよ、一番時間かけます。でもっと言うとこの中でもこの都市計画法はね、この中から出てきた言葉、市街化区域とか市街化調整区域っていうのがまた他の法律でも顔出すんですよ。その意味でこの都市計画法はね、他の法律の基本になる法律だから、だからそういう意味でもこの都市計画法これしっかりとやります、よしですね。でとにかく時計と建基で10問出るよ。あと土地区画整理法、ね、これも皆さんの中で宅建やった方ね、これ勉強されたでしょ、これが2問です。であと都市再開発法、まあ、これ簡単に言うと駅前の再開発ですね、再開発あれについてね規制する法律なんですけど、これもやっぱ2問出るんですよ、2問出る。であとちょっと飛んで不動産の鑑定評価に関する法律、ね、これは皆さんを縛るんですよ、鑑定士とか鑑定業者を縛ります、縛る法律。だからあの宅建で出る宅建業法と同じようなもんです、あれ宅建業者を縛るでしょ、ね、お客さん守るために、そんなイメージの法律です。これも2問出ます。でね、下ずっと降りてきますよ、ずっと降りていくと下2つについてはバッテンをつけました、これはやらなくていいよ、そういう意味です。土地収容法と不動産登記法、この2つは費用対効果を考えるとちょっとね割に合わない、これ共に1問ずつです。土地収容法1問、不動産登記法も1問、ね、ただ毎年出るけども土地収容法は範囲がすごい広いです、広い、加えて構造がちょっと難しい、だから費用対効果を考えてバッテン基本的に手をつけなくていいです、これは。でそれに対して不動産登記法、これについてはねちょっとあのコメントしますけども、皆さんの中で宅建をやった、あるいは土地価格調査士をやったとか、あるいは司法書士をやったとか、でそうやって他の国家試験で勉強したね、この不動産登記法の予備知識をすでに持ってる方はね、それは当然忘れるというか消す必要ないですよ、ご自分の頭からね、それは大事に持っておいてください。ただここでは改めてこの行政法規の不動産登記法の知識を新たに仕入れる、取り込む、覚える必要はないよってこと、そうです、細かいですよ、この行政法規の不動産登記法もかなり細かい知識問題出るときは出ますから、やっぱり費用対効果考えるとちょっとなっていう感じなんですよ。ですからすでに予備知識持っている方はそれは大事にしてください。ただそれを超えてこの行政法規特有の不登法のね知識を新たに抑える必要はありません、いいですね。まして不登法やったことないよって方は手をつけないでください、よしですね、この2つで。次今度右のページいきますよ。でこちらが B 群編ってことなんですけども、これもちょっとねあらかじめコメントしておきますと、特にね一番上の段ね、土地緑地法で上から2段目景観法なんですけども、この2つはねこれちょっと面白い出題パターンになってて、あの交互に出てるんですよ。交互にってどういうことかというと、これ見ていただきたいんですけど、景観法が出た年は都市緑地法がお休みで、都市緑地法が出ると景観法がお休みということで、ただね最近ちょこっと国交省がね、まあ、日遊びっていうと失礼かもしれないけどね、ちょっと同時に出した年もあったんだけど、でも令和4年ね、これまた元に戻りましたんで、いいですね。だから一応基本的にどちらが一方が出ると他方が出ないよ、ね、そういう関係です、この都市緑地法と景観法ですね、これちょっと知っておいてください、いいですね。であとまたちょっと下降りてきますけども、今度ね道路法と河川法、等、これ等っていうのがね海岸法と公有水面埋め立て法です、ね、したがって河川法等といった場合には3つの法律を指します、
で、これも上の道路法とやっぱり交互なんですよ。ご覧いただくと分かる通り、道路法が出ると河川法等がお休み、河川法等が出ると道路法がお休みということで、ね、ですからこれもこんな感じですね。やっぱりね、ちょっと印つけておきますよ、ね、これはちょっと頭入れといてください。で、あとその下、これもそうなんですよ。自然公園法と自然環境保全法、これもね、やっぱりどちらか一方が出ると他方がお休み、そういう関係です。これね、面白いでしょ、ね、一応その辺下のね、よいしょ、この米印も載っけてありますんでね、まあ、こういうちょっと面白い出題パターンもあるよということでね、知っておいてください。だから試験直前になると、私もね、やっぱり嫌でもね、今年どっちかなって予想するんですけど、結構最近ね、結構国交省に最近裏書かれるんで、あんまり私最近言わないようにしてますけど、ね、一応どちらが出てもね、大丈夫なように、やっぱりそれがね、行政法規で確実に7割以上取るためにやっぱり必要ですからね。もうよっぽどね、もう絶対今年は景観法しか出ないよとかっていうような場合以外、私は基本的に直前になってもね、あの、今年は景観法だよとは言いませんのでね、一応どちらが出てもね、大丈夫ね、皆さんもね、しっかり準備はなさっててください。よしですね、こんなパターンです。で、最後一番下ね、でここもやっぱりバッテンつけました。下4つ、資産の流動化に関する法律から金融商品取引法まで4つ、これいわゆる不動産証券化関連法令って呼んでるんですけど、これもやっぱり費用対効果を考えると基本的に手つけなくていいです。手つけなくていい、もちろん出てるんですよ、出てはいるけども、じゃあそれを勉強するだけの時間が十分確保できますかってことね。これをやるくらいだったら、この不動産証券化関連法でやるくらいだったら、他の法律やってください。特に A 群ですね、 A 群やってほしい、そういうこと。もっと言うとね、あの鑑定論ですね、鑑定論とかやってほしい、そういうこと。やっぱ費用対効果です。費用対効果、もちろんこれね、将来皆さんが不動産鑑定士におなりになった時にこれ役立ちますよ、また必要にもなってくる。でも今はまずとにかく担当に受かるのが先決だからね、確実に70点以上、7割以上取るためにも、これはあえてカットいたします。カットする、そうするとちょっともう一回左のページ戻りますけどもね、この×つけたのが土地収用法、不動産登記法、そして今度右のね、不動産証券化関連法令ね、3つ×をつけたね、これ一応一括りでね、3つ×つけた。私この3つを裏三兄弟と呼んでます。裏三兄弟、基本的に手つけなくていいよ、これ私毎年ね、受講生の皆さんに申し上げてます。手つけなくていい、もちろんこの不動産証券化関連法令ですけど、もうすでにお仕事等でね、予備知識持ってる方はもちろんご自分の頭の中から消す必要なんかもとないですよ。ただ、さっきも申し上げましたけど、改めて別途この行政法規特有のね、不動産証券化関連法令の知識を覚える必要はないよってこと、ないよってこと。そんな暇があったら他の、特に A 群やってください。 A 群の法律よしですね。やっぱ費用対効果です。費用対効果ね、以上こんなところです。よしですね。だからこの3つ、×を3つつけたね、裏三兄弟、こちらについては基本的に点つけなくていいです。で、ただね、一応この合格基礎講座ですね、この合格基礎講座ね、こちらよいしょ、ごめんなさい、ちょっとね前後しちゃいました。で、一応ね、この裏三兄弟についてはこの合格基礎講座の中ではね、もうやんなくていいですよって申し上げましたけど、一応年末の、あの担当総まとめ講座ですね、さっきもちょこっと申し上げましたけど、これ皆さんのご自宅にね、また教材をお送りしますけど、その担当総まとめ講座の中で一応この裏三兄弟についてもね、とりあえず覚えられそうだったらこの法律のね、例えば土地収用法のこの知識覚えてみてね、不動産登記法のこの知識ね、もし覚えられそうだったら覚えてみてねって形で、総まとめ講座の中でこの裏三兄弟については改めて私の方で一応言及はいたします。で、その時に私がお示しをした、もう本当にね、つまみ食いですよ、ね、全然体系だった勉強じゃなくてね、この知識覚えられたら覚えてみて、この知識抑えられそうだったら抑えてみて、そんな形でね、本当につまみ食いでこの裏三兄弟のね、特に過去問で繰り返して出る知識についてお示しするようにしますから、もしそれで覚えられそうなものがあったらそこで覚えてみてください。で、それだけ覚えて本試験、来年本試験ね、行くようにしてみてください。裏三兄弟はそれで OK です。よしですね。ただ私こうやってね申し上げてもね、実際その時ね、総まとめ講座ですね、これ皆さん教材ね、年末にね受け取った時にね、この裏三兄弟改めてやってみようと思う人はまずいません。まずいない
なんでわかるかというと、私ヒアリングしてるから。私毎年レックの水戸橋本校でね、この合格基礎講座とかね、総まとめ講座とか、あの生講義やってるんですよ。で必ず受講生さんと顔を合わすんでヒアリングします。どんな感じですかね。でその時に浦さん兄弟までやりますなんて人、お目にかかった記憶ほとんどないですね。もう大抵そのね、ほとんどの方がね、他の A 群、あと B 群のさっきの道路法とか自然公園、もうあっちでもういっぱいいっぱいになりますよ。それぐらい膨大だから。さっき言ったように特に今回ね、2つの法律、円滑化法とあと旧託造法でね、もう大改正が行われてますから、なおさらですよ、ね、でも一応ね、この浦三兄弟については年末の担当総まとめ講座の中でね、覚えられそうな知識だけお示しますから、それだけ押さえてみてください。したがって逆に言いますと、この合格基礎講座ではやりません。飛ばしますからね。その点はぜひご承知おきくださいね。でちょっとここで一息入れます。はい、それでは第2ユニットに参ります。ではですね、もう一回ちょっとこちらテキストですね、今ね、ここまでご説明いたしました。でこのページちょっとめくってください。今度裏のページですね、こちらで、こちらご覧いただきますと、参考資料1ってことで、行政法規で頻繁に出てくる言葉のイメージ、ね、これ私の方でまとめてあります、ね、でこの後ね、法に載ってる言葉がもうね、繰り返し繰り返しね、あの顔出しますから。で一応これイメージです、イメージ、ね、あの正確なそれぞれの言葉の定義なんかいらないんですよ、いらない。とにかく広告ってきたらこうだよね、ね、縦覧ってきたらこうだよね、そんなイメージを抑えれば試験対策としてはそれで OK です、 OK です、よろしいですね。でここでちょっと大事なことね、合わせて申し上げておきますけど、行政法規を勉強する上でね、もちろん正確に覚えなきゃいけない知識はあります。ただこれからご覧いただく言葉に関してはね、正確な定義ね、あの学術書だとかね、あとあるいはあの役所の、ね、方がお書きになったようなね、あんな正確なまた難しい定義とか覚える必要ないです、覚える必要ない、ね、行政法規を勉強する上でね、大事なのはそれぞれの言葉のイメージなんですよ、イメージ、ね、でイメージさえつかめれば問題解けますから、そういうこと、ね、正確な定義なんか覚える必要ないですよ、そんな必要ないですね。ぜひイメージを大事にしてください。これが私ね、この行政法規ね、講義していく中でね、当然ここはねこういうイメージで抑えればいいよね、そういう形でねお話してきますから、もちろん絶対にここは正確にこれね覚えてねっていうところはその旨ね皆さんにお示しはしますけども、この言葉はね、この条文は結局こういうこと言ってんだよ、このイメージでここの条文は押さえとけばいいよね、こういう言い方をね私はしてきますから、とにかくイメージ、これを押さえてみてくださいね。あの行政法規でね、はっきり言いますとね、そんな正確な理解なんてまずね難しいですよ、難しい。なんでかっていうと、私ね分かんないと結構ね、いろんな省庁に電話してね、まあ、省庁庁庁はないか省かね、国交省もそうだけどね、環境省とかいろんなところに私電話して、あの担当者に聞くんですよ。じゃあすぐに正確に答えられるかね、少ないですよ。中には本当に優秀な官僚の方いらっしゃいますよ、特に改正点でね、だけどじゃあ全員が全員そんなね的確にすぐ答えられるか、役所の人でもすぐね正確に答えられないのに、なんで一受験生がそんな正確な理解できるんですかとですよ。また実際にこの行政法規に関してね、そんなに専門書が書店に出回ってるわけじゃないんですよ、ね、だから当然国交省もね、この担当試験の行政法規に関してはそんな完璧な理解なんて求めてないです。もちろん正確に理解しなきゃいけない部分はところどころありますよ、ところどころあるけども、全部を正確に理解しなさいなんてことは絶対要求してない。それはもう過去問見ればわかるんですよ、ね、だから大事なことはイメージです、イメージですね。だから理解はざっくりでいいです。行政法規勉強する上で理解はざっくりでいい、とにかくイメージを大事にしてって、しかし暗記は正確に、ね、覚えるところはしっかり覚えないと問題解けませんから。だから理解は、ね、ざっくりイメージでいいから、イメージでいいから、その代わり暗記は正確に、この2つ、ね、私これずっと言い続けてきますから、ね、ぜひ勉強する上で、ね、この2つしっかり、ね、あの意識してください、よろしいですね。じゃあ戻りますよ、こちらで、まず1個目いきます。もうちょっと業界かな、広告ですね。
広告、これも頻繁に顔を出します。で、広告とは官報、これ皆さんご存知ですね。官報って毎日出てますね。あの月曜から金曜まで、ね、政府の出す新聞です、官報。私よくあの改正ですね、改正点調べるときにこの官報見ますんで。あと新聞、これ一般紙です。で、あと広報、これは地方公共団体が官報に準じて発行するもの、これを広報と呼んでます、ね、こういうのに載っける、これはやっぱり広告なんですね。で、あとインターネット、もう最近これですよね。ほとんどどの地方公共団体もホームページ持ってますから、ここに載っける、これがやっぱり広告ですね。広告で最後、市町村役場の掲示板への掲示、これがまあ一番古典的ですね。昔はこれでしたよ、ほとんど地元のね、あの役場の掲示板に出す、これが広告だったけど、でも最近ではもう大半がこれですね。もう各地方公共団体のホームページね、これに載っける、これがもう広告になってますね。で、私今地方公共団体って言ってますけどね、あの地方自治体ね、よく一般的な地方自治体って言い方しますけど、あれは正式名称じゃありませんからね。ね、法律上の正式名称は地方公共団体です。ですからこの後ね、皆さんが各法律を勉強していく中でね、地方公共団体って言葉は随所でね、顔出しますけど、地方自治体って言葉は絶対出ませんから、知っといてください。ね、地方自治体ってのは法律用語じゃないんですよ。ね、正式名称は地方公共団体。これが法律名称ですから。いいですね。で、もう一回戻りますよ。で、あと2番目、縦覧。ね。で、縦覧とは観光庁。まあ、簡単に言うと役所です。役所などが広く情報を、ね、住民に見せる、要するに役所から、ね、住民に情報を見せる、ね、そんなイメージです。情報提供、情報提供といいますかね、情報を見せる、ね、これが縦覧です。で、閲覧はその逆なんですよ。逆で利害関係者、まあ、大抵が住民ですね、から観光庁、役所などに請求をして、ね、情報開示しろ、情報を見せろ、ね、こんな意味合いですね。これが閲覧、これが一応一般的な意味における縦覧と閲覧です、ね、役所から住民、住民から役所、ね、これが縦覧と閲覧の一般的な意味で、それに対して下の米印です、これはちょっと特別な意味なんですよ。これは地方税法です。地方税法、さっきご覧いただいたようにね、これ勉強しますからね、地方税法ね、これもこの中にあってはこの縦覧と閲覧がちょっと別の意味になってます。で、これ後でまたご覧になっておけばいいです。ですね。だから言葉は同じでも意味合いが変わってくるんですよ。で、これね、いわゆる法律概念の相対性って言います。これ民法とか勉強するとやるんですよ。法律概念の相対性って言って、名前は同じ、でも意味合いが変わってくるんですよ。その箇所によって。そういうこと。ね。まあこれ後で見とけばいいです、こんなのは。で、戻りますよ。で、続いて今度、丸さん、こっち大事です。これちょっと大きくしますよ。で、丸さんね。で、括弧1の許可。で、括弧2の認可。で、括弧3の承認。そして最後、括弧4の届け出。ね、4つ。で、この4つのうち特にね、許可と認可と届け出はもうとにかく各法律でもう顔出します。顔出します。承認はたまにですね。承認はたまに顔出すぐらいですけど。許可とか認可とか届けではとにかくもうどの法律でもこれからね、もううんざりするぐらい顔出しますんで、よろしいですね。で、まずここでね、もうたった今レベルです。たった今覚えちゃってほしいんですけど、これ覚えてほしいのは許可です。これはね、一番規制が厳しいので、原則禁止です。原則禁止、これを例外的にやっていいよってね、この禁止を解いてくれるのを許可って言います。許可ですね。例がこれです。飲食店営業の許可、これ一番分かりやすいでしょ。他にもいっぱいありますよ、ね、これ一番分かりやすいのを今回載っけてますんで、飲食店営業だから、これ許可がなければ飲食店営業やっちゃダメです。これ当然ね、不衛生なところに当然この許可なんかしてもらえませんから、そんなところで営業された日にはね、これ困っちゃいますよね。そういうことね。だから原則やっちゃダメ、例外的に飲食店やっていいよ、これを許可って言います。原則禁止を例外的に解きます。これが一番規制が厳しいです。いいですね。これたった今覚えておいてください。たった今レベルです。一番規制厳しい、原則禁止、やっちゃダメです。ですね。で、次この括弧2の認可で、これはね、一応、まあ、学者の、あの本からの、ね、引用なんですけど、ちょっと説明が難しいね。ただこれ、この説明なんか覚えなくていいですよ。一応読んでおきますと、行政による同意で
法律行為を完成させる補完行為ってことで、ね、まだ皆さん、ね、民法とかやってる人少ないでしょ。あの論文と並行してねやってる方もいらっしゃると思うんだけど、まだねこれ民法やらないとね法律行為ってなかなかねちょっとイメージ持ちにくいと思うんだけど、簡単に言うとねこれですよ、売買ですよ、売買、こういうのを法律行為って言います。法律行為、これを行政役所による同意で完成させてあげるんですよ。これを認可って言います。認可で一応ね例ここに載っけました。でこれもね農地法で詳しくやりますけど、農地法3条1項の許可ね、これがないとね農地の売買ね、これ無効になっちゃうんですよ。無効ってのは効力がなくなっちゃうってこと。この反対を有効って言います。反対を有効って言います。ちょっと変えてきますよ。こういうのもね本当は民法を先に勉強するといいんですけどね、反対を有効って言います。売買契約が有効とか言い方します。この反対が有効の反対が無効、効力なしです。読んで字のごとしで効力なくですね、売買。だから当然ねこれ農地を買っても結局これ許可がないね、これまたその時農地法で詳しくありますけど、農業委員会の許可もらわないで勝手に売買やってもその売買無効になって、だからその農地の権利、まあ所有権って言うんですけど、結局買い主は取得できなくなっちゃうんですよですね。これはこういう場合これ認可って言います。一応ここはね許可になってるけどね、これは法律的には認可に当たるんですよ。行政による同意ね、これがまさにこれです。農地法3条1項の農業委員会による許可なんですよ。同意してあげる、それによってこの売買ね、農地の売買っていう法律行為を完成させるんですよ。完成だから、だからこれがなければ完成しない、だから無効になるよってことで、まあ一回読みましたけど、こんな意味なんか覚えなくていいですよ。こんな覚えなくても問題解けますから。ただ一応認可ね、名前を覚えておいてください。認可、これは原則 OK です。原則 OK、 さっきの許可と違うんですよ。この許可だけが原則禁止ですね。原則禁止、これは例外的に解くで、認可は原則 OK です。原則やっていいよ。ただね、これ認可がないと最終的に法律行為自体は完成しないよ、ただそういう意味合いなんですね。で今度3番目、承認、これはさっきも言いましたけどね、許可とか認可とか届出ほどはそんなにね顔出しません。でこれは簡単に言うと行政による単なる同意で、これもねちょっと印作っておきますよ。認可も同意ね、あと承認も同意ってことだから、だから共にね認可も承認も原則やっていいよ、ただそれに対する後からの役所による同意、そんなイメージでそれぞれイメージ押さえておけば OK ですですね。こんな難しい説明覚えなくていいですよ。他に覚えてほしいこといっぱいありますからねいやですね、これね行政による後からの同意、こっちもそう、行政による単なる同意ってことで、ね、これが認可と承認だよ。で最後届け出、これはもう名前の通りですね、監督官庁への通知っていうね言い方ね、これもちょっと難しい説明ですけど、簡単に言うとこれですよ。書類の提出ですよ、書類の提出、これだけで一方的に整理しますから、だから一番手続きとしては一番緩いですね、届け出が。一番厳しいのは許可、いいでしょ。で認可と承認はその中間と思ってください。規制のレベルからすると中間レベル、共にね原則やっていいよ、ただね後から役所による行政による同意が必要だよ、ただその点ですから。でそれをまとめたのが米印ですね。括弧1が一番規制が厳しく、括弧2括弧3が中間で、括弧4が規制が緩いというイメージでね、これそれぞれ4つの言葉頭に入れといてくださいですね。で次この ④、 これも大事です。これもねよくいろんなところで使うんですよ。勧告と命令ですね、どう違うの。で皆さんこれねちょっと言葉見てほしいんですよ。言葉ちょっと見比べてほしいんですけど、どっちの方がなんか厳しいこう響きがあります。やっぱ命令じゃないですか。命令、命ずるね、その通りなんですよ。だからそれがねこのご覧の内容にもねやっぱ表れてるんですね。まず勧告からいきますと、これはね法的強制力ありません。法的強制力ないってことは違反しても罰則がないんですよ。だからその意味ではこの勧告っていうのはね、こうやった方がいいんじゃないのっていう、そういう、まあ、強い要望ね、そんなイメージで見ておいてください。都道府県知事が勧告をするね、これ違反しても罰則ない、ね、だから知事からするとね、こうやった方がいいんじゃないのぐらいのイメージですね。一応強い要望、これが勧告で、それに対して命令、これは違うんですよ。法的強制力あります。したがって違反したら罰則ありますから、よしですね、これしっかりとね
2つは比較して頭入れといてくださいですね。だからこれ避難勧告、これは法的強制力はない。だからね、避難しなさいって言われて避難しなくても罰則ないよ。逆に避難命令、これは法的強制力ある。だから違反した場合には罰則あるよ、まあ、こんなイメージですね。で最後、5番目で、これもね、一応名前だけ見とけばいいです。たまにね、法律によってちょこちょこ顔出すぐらいなんでね、別にこのね、人口何万人以上まで無理に覚えなくていいですよ。あとまして具体的なね、場所までこんなの、本試験で聞いてきませんからね。一応あくまでも皆さんのね、まあ、ちょっとなんていうかな、時々ねご質問される方いらっしゃるんで載っけただけなんで、一応この名前だけ、政令指定都市中核市、政令指定都市が人口50万以上で、それに対して中核市が20万以上ね。で例として一応こんな形でね、政令指定都市が千葉市、横浜市、埼玉市、ちなみに東京には政令指定都市ってないんですね、これね。でそれに対して中核市、これは20万以上で、例として船橋市、横須賀市、川口市、あと東京にはね、一応中核市ありますね、八王子市ね、こんな形で。でこれ両者の違いですけど、政令指定都市ってこれ人口多いでしょ、だから都道府県から広範囲な事務委譲を受けるんですよ。要するにレベルとしては、行政のレベルとしては都道府県と同格ってこと、千葉市も横浜市も。だから横浜市って言った場合はね、なんか市だからなんかあんまりなんかそんな強くないのかなってイメージだけど、要するに神奈川県と同格ってことですよ、ね、そんなイメージでね、ちょっとここ押さえてみてください。で中核市、こちらやっぱちょっとね人口少なくなるんで、事務委譲を受ける範囲は政令指定都市よりも狭いよってことでね、ちょっとこんなくらいで、とにかく名前だけね、ちょっと頭軽く入れるときも OK です。いかがでしょう、ざっとこんな感じでね、これ本当にね頻繁に出てきますからね。今ね、以上ご覧いただいたそれぞれの言葉ですね、広告とかね、さっき言いましたけど、このインターネットですね、ホームページ、地方公共団体のホームページへの掲載、これが広告ってイメージはね、しっかりとこれ覚えておいてくださいですね。こちらはもちろん官報もありますよ、でも大体こっちですね、まあね、一応以上で。であとちょっと今度右のページご覧ください。こちら今度2番目参考資料の2ですね。こちらで、これはねちょっと説明いたします。3つ法律名が挙がっているの、皆さん読み取れますね。土地区画整理法、都市再開発法、そしてマンションの建て替え等の円滑化に関する法律。またこれ出ましたね、あの例の去年改正、大幅な改正があったよって言ったやつですね。3つで、これ3つとも手続き法なんですよ。ちょっとメモしますよ。手続き法です。したがってすぐ下見てほしいんですけど、これ図になってますけども、手続きの流れを示してるんですよ。この矢印、ね、に従って上から下に時間が流れていくっていうふうに見てください。上から下に時間が流れてきます。この矢印に従ってね、この手続きが推移していくんですよですね。でこれ3つとも手続き法なんですよ。よろしいですね。だからまたその時お話しますけど、ね、それぞれの歌詞でまた改めてご説明しますけども、この手続き法ね、私これ手続き三兄弟って勝手にまたネーミングつけてるんですけど、この手続き三兄弟勉強するときはこの手続きの流れ、これを意識するのがね一番のポイントなんですよ。ポイント、またそれぞれの歌詞でね同じようなこれね、これ図を載っけてますからいいですね。ちょっと軽く頭入れといてください。でこれやっぱりね、手続き、今自分がね勉強してる箇所がこの一連のどこに位置するのかね、この管地処分って呼ばれるとこなのか、それとも権利返還処分って呼ばれるとこなのかね、これを意識するのが大事ってことなんですけども、やっぱりねこれ、この手続きの流れ、これを抑えるっていう点からもね、やっぱりこれ時間かかります。結構大変なんですよ。でちょっと改めてね、もう一回目次、最初の方を戻りください。こちら目次、一番最初が都市計画法でね、下降りてきますよ。一番最初が都市計画法ね、この後勉強いたします。で2番目が建築基準法で、こっから見てください。3、4、5、今ご覧いただいた手続き三兄弟がこっからもうすぐに顔を出すんですよ。都市区画整理法、都市再開発法、そして今略して円滑化法ね。時間かかるいいですね。だからこの都市計画法からこの5番目の円滑化法までで
大体ですね、大体例年この合格基礎講座全部で14回ありますけど、半分ちょっとの時間を使いますから、これはぜひご承知おきくださいですね。なんか最初もたもたしてるなってお感じになるかもしれませんけど、それだけやっぱり掘り下げないとね、しっかり見ないとものにならない法律なんですよ。5つともこの都市計画法から始まって円滑化法まで、これはね、撫でるような勉強では本番の問題得点できません。よしですね。だから時間かけます。したがって全14回のうちの7回おそらくちょっと、ただ円滑化法がね、さっきもね冒頭から申し上げてますようにね、改正によってボリューム増えてるんで、ひょっとしたら8回近くまでいくかもしれませんけどね、とにかく半分は超えるね、7回の半分は超える、これはぜひご承知ください。でもね、この5つが終わっちゃえば、その後そんなにね掘り下げる法律出てこないんですよ。ですからちょっと戻りますよ。次の都市緑地保育ですね、こっからはね結構ペース上げられますからね、もうこっからはねもう出るとこだけ、もう本当にまあ撫でる勉強ったらちょっとね語弊ありますけどね、もう本当に出るとこだけは押さえておけば、あの十分問題解けますんで、そんなに心配はなさらなくてもいいです。そういうことですね。ですからこの最初の5つの法律、これは時間使うよ。逆に言うと皆さんにおかれましたしっかりと講義をお聞きになってください。この5つはしっかりやらないと、掘り下げないとね、自分のものになりませんから、よしですね。じゃあもう一回戻りますよ。よいしょ。でこちらでもう一回ね、こちら参考資料の2で、今度は下ちょっと見てくださいね、同じページの下で、こちらもねまたその時詳しくねご説明しますけど、今上でご覧いただいたこの手続き3兄弟ね、土地格整理法、都市再開発法、あと円滑化法ね、これのこれ組合施工の比較を示した表なんですよ。要するにこの手続き3兄弟、この三法ともね、これそれぞれね、これ例えば土地格整理法であれば、これ簡単に言うと区画整理ね、土地の区画整理ね、これを行う法律なんだけどね、この時に組合を作ってこの区画整理の工事を進めていくってやり方があるんですよ。こういうのを組合施工って言います。他にもあるんですよ。他にも施工方式はあるんだけどね、組合を作って組合が主導的に区画整理の工事を進めていくと、ね、こういうのを組合施工って言います。またこの都市再開発もそうなんですよ。これは簡単に言うと駅前の再開発に関するね、あの法律なんだけど、やっぱり再開発の工事、やっぱりこれ手続きがあるわけですね。で、再開発の工事を進めるときに、やっぱり土地区画整理法と同じく組合です。組合を作ってこの再開発を進めていくってやり方がある。やっぱりそれがこの組合施工って言います。あと最後3番目、この円滑化法もそうなんですよ。これはもうね、簡単に言うとこれ名前の通りで、これマンションの建て替えなんですね。やっぱりこれ手続きなんですよ。で、この時に組合を作って、ね、組合が主導的にこのね、マンションの建て替えという手続きを遂行していくんだけど、ね、それがこの組合施工。で、とにかくこの3法、ね、土地区画整理法、都市再開発法、そして円滑化法、ね、この3法の組合施工、組合を作って、ね、それぞれの事業を進めていく。この時の比較をまとめたんですよ。で、特にこの四角で囲った部分は大事な知識なんで、最終的にこれブランク空欄にしててもね、埋められるぐらいにしてってください。そういうこと、またそれぞれの時にやりますから、いいですね。これ大事ですよ、この表もね。またその時にご覧になってみてください。いかがでしょう、ね、随分いろいろ喋ってきてますけども、ね、もう皆さんのね、あの本当にね、この鑑定士になろうっていうね、この決意ですね、決意ね、これ行政法規勉強することでね、ますますね面白いなと、ね、ますますこの決意っておそらく固まっていくと思うんですよ。ぜひね、この行政法規、これをね、まあ鑑定でも大事ですけど、この行政法規を通じてね、ぜひ皆さんのこの決意ですね、さらなるものに固めてって、ぜひね、この担当、そして次の論文ね、こういうふうにつなげていってほしいですね。じゃあちょっと一旦ここでね、前半の講義終わります。10分間休憩お取りになってください。はい、それでは後半の第3ユニットに参りましょう。ではですね、改めてテキストですね、こちら都市計画法を開けてください。1ページですね、いよいよ入っていきましょう。よろしいですね。で、まず先にですね、
このね、さっきもね冒頭で申し上げましたけど、このピンクのマーカーでお示しした歌詞ですね、これ写しますので、適宜ですね、あのパソコンなり DVD プレイヤープチッと止めてね、まず先にねこうやって印をつけちゃってくださいですね。じゃあもうね、皆さん印をつけた、マークしたってことで、どんどん解説をしてまいりますですね。もうとにかくね、まあ、ごめんどうでもね、とにかく適宜ねプチッと止めて、ですぐパーッと印つけてね、でその後解説講義ね、解説を聞くようになさってくださいですね。じゃあ行きますよ、こちらで都市計画法入ってきます。で当然 A 軍です、毎年出る。でこれさっきもね申し上げましたが、5問出ます、5問出る。で最近の、特に直近ですね、直近の問題の難易度考えると、5問中4問ですね、5問中なんとか4問は取りたいですね。これは取れるしね、したがってこれね、しっかり準備する必要があります。5問中4問取りたいですね。で一応ここにね、まあこれは本文ですけども、ご覧のような都市計画法の全体像が上がってますけど、これだけご覧になってもね、なかなかこうピンとこないと思います。でちょっと側中ご覧ください、こちらコメントですね、よいしょ、いきますよ。で都市計画法は計画的な街づくり、ね、これを目的とする法律ですよ。言い換えると段階発を規制するってこと。むやみやたらと道路、公園、学校、病院を作らないってことですね。むやみやたらと作っちゃう学校とか病院とか、こういうの段階発って言います。これを規制する、それが結局この計画的な街づくりってこと。これを目的とするのが都市計画法です。都市計画法だからこういう乱開発規制する、ね、計画的な街づくりするためにいろんな規制を設けてます。いいですね、これ覚えちゃってください。都市計画法、ね、あの法律を勉強するとき、ね、基本的にそれぞれの法律って必ず目的があるんですよ。目的がある、逆に言うと目的のない法律ってないんですよ。一定の目的を達成するための手段として法律っていうのは作るんですね、立法されますからですね。で特に行政法規の中でも法律によってはね、その目的をストレートに本試験で聞いてくる法律も結構あるんですよ、ね、で都市計画法はストレートには聞いてこないんだけど、過去も見る限りは。ただこの後のいろんなね、条文とか構造とか規制を見る上でね、押さえていく上で、この都市計画法の目的っていうのが非常に大事になってきます。この目的から見るとね、いろんな規定が、いろんな制度が理解しやすいんですよ。いいですね、だからここはぜひね、覚えちゃってください。都市計画を、計画的な街づくりを目的とする法律。言い換えると、段階発を規制する。で、覚え方なんですけど、これね、計画的な街。これね、都市は街でしょ？で、計画。ね、これ。名前に出てますから。計画的な都市、街づくりの法律。ね、計画的な街。都市、ね、作りの法律、ね、悩んだらどんな法律だったっけって、もし悩んだら法律名見たらいいですよ。法律名よしですね、これ他のね、あの法律概念もそうなんだけど、法律概念って結構ね、その意味内容が名前に出ることが多いんですよ。名前に表現されることが多いんで、ね、一応ここね、これ覚えておいてください。計画的な街づくりで、次、じゃあ計画的な街づくりのためにまず最初に何をするかっていうと、1番目、まず場所を決めます。町づくり、ね、計画的な町づくりの場所を決める。これを都市計画区域って言います。覚えちゃってください。いいですね。都市計画区域って言います。ね、これ簡単に言うと、計画的な町づくりをする場所。これを都市計画区域って言います。で次、今度2番目ね。で場所を決めたら次に2番目に、町づくりのプランを決めます。どんな町にするの？住宅街にするの、オフィス街にするの、それとも工場地帯にするの、こんなイメージですね。ですね。で、これを、このプランを都市計画って言います。これも覚えちゃってください。都市計画。ですね。街づくりの場所が都市計画区域。街づくりのプラン。これを都市計画って言います。この後またご覧いただきますけど、いろんな種類があります。こんな。ずらずらと。ね。で、次、この最後、3番目ね。よいしょ。で、さらに、この3番目。まちづくりのプランね、これ都市計画ですね、これを決めてもそれに反することをやすやすと認めたんではやっぱり意味がないね。計画的なまちづくり、段階発の規制ができないね。そこでまちづくりのプラン、都市計画ね、
に反することをさせないようにする必要があると、ね、そのための制度がこの2つです。開発行為の制限、これは土地関係です。土地、もう一個が都市計画事業制限って言います。これよくね、専門書なんか見るとものづくりって言葉で説明してるんだけど、ものづくりって言葉ちょっとねしっくりこなかったらね、土地の上に道路とか建物を建てるってイメージで見てください。これを都市計画事業制限って言いますですね。土地かものづくりか、土地かものづくりかね。今言ったようにものづくりってイメージがちょっとね、この言葉自体がちょっとねしっくりこなかったら、土地の上に道路とかね建物ね建てる作る、そんなイメージで押さえてみてください、ね、でも一応頑張ってこれね、ものづくり、これ覚えちゃうと結構楽ですよ、ね、この後ね、都市計画法ってこの2つからね成り立っていることが分かるんですよ。土地関係かな、ものづくり関係かなってことですね。そうするとね、この都市計画法って条文は結構あるんだけど、この2つの視点から見ていくと結構きれいに頭の中整理できますから。でちょっともう一回こちら戻りますよ。そうするとこれね、この図なんですけど、よいしょ、まずこれが一つ目ね、こちら、これがもう名前の通りで都市計画区域、これはこれでしたね。最初まず町づくりの場所を決める都市計画区域ですね。で今度右横ですね、こんな感じで、よいしょ、ね、ごめんなさいちょっと入ってないかも、よいしょですね。これが丸2でですね、これ全部ね、これをまとめて丸2、都市計画です。都市計画、まちづくりのプラン、これを指しているだけですですね。で最後は当然皆さんもお気づきの通り、最後3番目ね、このまちづくりのプランに反することをさせないための制度だった、これがこの2つですね。これですですね、これが丸3ってことですね。そうすると都市計画をね、この図だけ見るとね、何言ってんのかなって感じだけど、実はこの3つに分解できる、3つに分類できる、ね、これがお分かりかと思いますですね。でさらにちょっと続けますと、この丸3のとこ見てください、ね、さっきね左の側中、このコメント欄でもご覧いただきましたけども、開発行為の制限、これがとにかく土地ですよっていうこと。皆さんの中で宅建ですね、宅建やった方はね、都市計画法で開発行為って勉強されたでしょ。これ何でした？造成工事でしょ。だから土地ですよ、土地ね。また後で詳しくあります。この開発行為ってね、これ都市計画法のね非常に大きな柱になるところなんだけど、これ簡単に言うと造成工事なんですよ。土地を平らにする工事なんですよ。だから土地です、土地で。それに対して右の都市計画事業制限、これはさっきねこちらコメントでもご覧いただきましたが、こちらがものづくりってことよろしいですね。だからこの後土地関係かな、それともものづくり関係かな、この視点で見ていってください。そうすると都市計画法結構頭に入れやすいです。よろしいですね。じゃあ次、今度裏いきますよ。で2ページです、こちらね。でまた先にねちょっとさ、よいしょ、ちょっと大きくしますよ。また皆さんね、プチッと止めてね、マークしちゃってください。あと一番下、脚注はいいです。ここね、これ脚注って言いますね。ここね、本文の下、脚注って言います。ここはいいです。あと側注いきます、左側ね。ちょっともう一回上から写しますね、よいしょ。ここね、適宜プチッと止めてね、どんどんマークしてってくださいね。あと一番下、あと右のページもやっちゃいます。右の3ページですね、こちら、よいしょ。で下いきますよ。ごめんなさい、ここ入って、ここは見なかったですね。この図はいいです、特にマークしなくていいです、こちらね。で今度左いきますよ、側中ね。ごめんなさい、これちょっと大きくして見えないですね。これアンダーラインのところです、全部ね、これ印マークしておいてください。でその下コメント欄2つ、一応このところですね。じゃあここまでね。じゃあちょっともう一回左の2ページを戻りください。ごめんなさい、ちょっとピントが、よいしょ、大丈夫ですねこのパソコンがね、いきなりこれ動かすと時々ぼやっとなっちゃいますけど、じゃあこちらもう一回改めてご覧ください。でまず帯番号 1-1 都市計画区域、ね、これついさっき前のページでやりました、ね、計画的なまちづくりを行っていく場所でしたね。行っていく場所だった都市計画区域
いいですね。で、まずこれ指定権者です。誰が指定するの？これ指定権者って言います。で、これしっかり縦分けて押さえてください。原則都道府県です。都市計画区域は都道府県が指定する。よろしいですね。こちら。これ原則です。ですね。で、例外があります。2以上の都府県の区域にわたる、ね、都市計画区域については国土交通大臣が指定権者になります。これ例外です。こちら。例外って書き込んどいてください。こんな感じで。ちょっとピントが大丈夫かな？いいですね。こちら。ね。この都市計画区域。ね。指定権者は誰なの？だから、二人、ね。二人とか二つ。ね。都道府県。原則は都道府県です。よろしいですね。こちら。で、例外が国土交通大臣です。原則と例外。しっかり分けてください。で、これが、この法律を勉強するときの大事なポイントになってくるんですよ。法律って大抵例外がある。ね。もう逆に言うともう例外のない原則はないってよく言われますけど、もうほとんどね、大抵の法律、条文には例外があるんですよ。例外がある。ね。だから、原則と例外。常にどっちなのかなっていうのを意識して押さえていくのが大きなポイントになってくるんですよ。勉強するときの非常に大事なポイントになります。原則かな？例外かな？で、本試験問題も原則について聞いてるのかな？例外について聞いてるのかな？これを意識すると結構簡単に解ける問題少なくないんですよ。で、これを意識しないで、原則例外意識しないで、ただ漫然と勉強してる人は問題見ても、本試験問題見ても、あれこれ何聞いてんのかなになっちゃう。ね。だからしっかりと原則と例外を分けて、ね。その問題、本試験問題見た時も、これは原則を聞いてんのかな？それとも例外を聞いてんのかな？これを意識するっていうのは非常に大事です。よろしいですね。これは覚えていてください。じゃあ戻りますよ。よいしょ。で、とにかく都市計画区域の指定権者。原則は都道府県。よろしいですね。だから、これね、都市計画区域。ね、都市計画区域。これはそれぞれの都道府県。ね。これ、例えば、東京都内に都市計画区域指定する。当然、東京都が指定権者ですね。ただ、今度東京だけじゃなくて、東京と、例えば神奈川、ね、二つにまたがる場合、これは国交大臣に変わる。指定権者がチェンジする。チェンジするっていうイメージですね。ね。東京だけだったら東京都。これは問題ない。ね。だけど、東京だけじゃなくて、2以上の都府県。例えばすぐ隣の神奈川にまでまたがるんであれば、東京都だけでは役不足。だから、これランクアップして、国交大臣にチェンジする。そんなイメージですね。イメージ。ね。東京都はね、東京都については知ってるけど、神奈川については知らないでしょ。だから、国交大臣にランクアップする。チェンジする。そんなイメージ使ってみてください。よしですね。で、ここちょっと気をつけてほしいのが、2以上の都府県になってます。北海道入りませんから。よろしいですね。なんでかというと、北海道と青森の間は海でしょ。両者にまたがって都市計画区域を指定することはありえないからです。だからここ、これ誤植じゃないですよ。条文でも都府県になってます。よろしいですね。これはしっかりと覚えておいてください。ね。2以上の都府県。ね。北海道入りませんからね。この場合には国交大臣が指定権者に変わると。とにかく原則と例外。原則と例外。これしっかり縦分けて頭入れていってください。で、次。で、今度、指定に必要な手続きってことで。で、丸1が都道府県が指定権者の場合。よろしいですね。原則です。原則。で、丸2が例外で国交大臣が指定権者の場合。手続きの流れが違う。で、これそれぞれしっかりと頭入れてください。で、まず丸1原則からいきますよ。都道府県が都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聞くとともに国土交通大臣に協議しその同意を得なければならない。これは正確に覚えてください。いいですか？で、まず指定権者都道府県。この時は都道府県はまず関係市町村の意見を聞く。どうして？なんで？やっぱりこれ地元の実情を一番よく知ってるのは地元の市町村だからですよ。ね。これ一番小さな単位でしょ。地方公共団体の中で。一番小さな単位で。
ね、一番地元密着型ですから、地元の実情をやっぱり一番知ってる、このね、一番地元の実情をよく知ってる市町村、これを関係ね、関係市町村って呼んでんですね。これね、の意見を聞くってこと、吸い上げるってこと。あともう一個ね、この関係市町村だけだと指定権者が都道府県ってことで行政に傾いてしまう。だから都道府県都市計画審議会ね、これいわゆる学識経験者からなる第三者機関なんだけど、簡単に言うと学者先生の集まりです。集まりで、ね、都道府県とか関係市町村だけだと行政に傾いてしまうんで、学者先生の冷静な意見を踏まえるってこと。だから都道府県都市計画審議会の意見を聞くになってます。あと国交大臣協議同意、これはこれで覚えちゃってください。そうするとなんとなく頭残るでしょ。いいですね。で次、今度丸2です。これ例外ね、国交大臣の場合です。指定権者で、この場合都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係都府県、やっぱりここも北海道入りませんからね、の意見を聞かなくてはいけないということで、ね、やっぱり国交大臣独断でできません。やっぱり関係都府県意見を聞かなきゃいけない。でここね、ちょっと印つけますよ。ちょっとこれ細かいんだけど、これね、これ脚注です。ローマ数字一番ちょっと見てください。こちら。ね、これマークまではしなくていいです。ちょろちょろ聞いてます。ね、これ関係都府県が意見を述べようとするとき、要するに、これ、国交大臣が都市計画区域を指定する。で、このときは関係都府県の意見を聞かなきゃいけない。今ご覧いただきました。ね、で、これ、意見を求められて、関係都府県がもし意見をね、国交大臣に述べるときは、見てください。あらかじめ関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聞かなければならないということで、この意見を聞かなきゃいけない、ね、この主体は関係都府県です。関係都府県がやっぱりこの地元の実情、やっぱり一番よく知ってる関係市町村、あとさらには学識経験者、ね、学者先生の冷静な意見、この両方を聞かなくてはいけないってこと。要するですね、だからやっぱりね、この2つ、これ外せないわけですね。地元の実情をよく知っている関係市町村と学者先生の冷静な意見、ね、これはやっぱりきちんと踏まえるような、そういう仕組み構造になっている、そういうことですね。まあ、ちょっと細かいですけど、ね、ここまでちょっと押さえてみてくださいですね。難しくないでしょ。でこれ覚え方ちょっと申し上げます。今ね、指定に必要な手続き丸1と丸2ご覧いただきましたけど、ちょっと右のページご覧ください。こちらにね、図が上がってます。ちょっとちっちゃくしますよ。ね、これ右は とりあえず置いといてくださいね。左が都市計画区域行きます。でちょっと大きくしますよ。で向かって左側が一つの都道府県に指定する場合、これが、ね、指定権者が都道府県だった。で複数の都府県にまたがる場合が例外的に国交大臣が指定権者にチェンジするんだった。でこれね、上から下に見ててほしいんですよ。上から下にね、これ見ててください。でまず一つの都道府県に指定する場合、指定権者が都道府県で、この指定権者を基準にしてね、下であれば意見を聞く、で上であれば同意をもらう、これをぜひフィルターね、まあ規範というか、ね、ルールみたいにして覚えてみてください。そうするとこれが頭に入るはずです。いきますよ。これとにかく指定権者が都道府県、都道府県を基準にするとちょっと申し訳ないけど、関係市町村とあと都道府県都市計画審議会は下で、下だから意見を聞くだけで足りる、同意までいらない。それに対して都道府県を基準すると国交大臣は上だから、上だから同意をもらうってこと、これ必ずです。必ずいいですね。いかがでしょう。これね、仕事場、皆さんのそれぞれの職場をねイメージしてほしいんですよ。下、下ってのは部下でしょ。部下には意見を聞くだけで足りるじゃないですか。で上、上は上司でしょ。上司に意見を聞くはおかしいでしょ。同意ですよ。そんなイメージで、ね、そうするとこれそれぞれ頭には残りやすいかなと思います。いかがでしょう、ね、あとこちら、ね、国交大臣また形でご覧になってみてください、ね、こちら。じゃあちょっと左のページ戻りますよ。で続いて今度2番ですね、左2ページの今度2番基礎調査のところ見てください。でここね、都道府県は都市計画区域についておおむね5年ごとに都市計画に関する基礎調査として一定の事項に関する現況および将来の見通しについて調査を行うということで、でこれね、条文見ると例外がないんですよ。さっき言ったようにね、さっき上でこの指定権者のところでね、
ほとんどの条文って大抵原則があれば例外があるんだよ、ね、例外のない原則ないよってことを申し上げたんですけど、たまにね、条文によっては例外のない規定があるんですよ。それがまさにこの基礎調査なんですよ。例外がない。だからここ意味は必ずなんですよ。必ず概ね5年ごとに調査を行わなくてはいけないってこと。だからここね、ちょっと言葉足しますよ。これをね、こんな感じで足しといてください。これ誤植じゃないです。ただ意味が必ずってこと。例外がないから、例外がないからね。概ねで足ります。きっちり5年である必要ない。概ね5年で足りる。しかしそれは必ずやんなきゃいけない、調査やんなきゃいけないってことね。要するに簡単に言うと、これね、5年ごとに見直しなさいってことですよ。都市計画区域一旦指定したらね、はい終わりね、あと知ったことじゃないよ、じゃ困るってことですよ。簡単に言うと、当然時間が経てばね、やっぱり人口ってのはやっぱり変動しますよ。でそれに伴って交通量も変わってくるから、それによってね、もう一回見直しをする、そんなイメージでこれ押さえてみてください。注意すべきはこれ、必ずです。必ずやんなきゃいけないよ。でそれがね、側柱見てください。左のポイントですね、ここに載っけてありますからね。この調査はおおむね5年ごとに必ずだよ。しかし、ね、きっちり正確に5年ごとである必要はなくて、おおむね5年で足りるんだよってことで、ね、ここしっかりと頭入れといてください。で、あとちょっとこの側柱、一番上からもう一回改めて見てまいります。こちら。で、言葉の意味なんですけど、都市計画区域とはってことで、ここで改めてね、都市計画区域のね、この言葉について説明に載っけてますけど、でもこれよりもね、ね、前のページからね、ご説明してますように、とにかく都市計画区域ときたら、計画的な街づくりを行う場所、ね、このイメージはしっかり押さえておいてください。その上で、このピンクのマーカーでお示しをした、これ全部キーワードです。キーワード。この後結構頻繁にこのキーワード出てくるんですよ。整備、開発、保全。これは覚えちゃってください。ですね。一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域として指定された場所。ね、これがまあ正確な都市計画区域の説明なんだけど。この中でも整備、開発、保全、これこの後もね、ちょこちょこ顔出しますから、この3つのキーワードは覚えちゃってください。で整備はいいでしょ、まあ整える。で開発、これ新しく作る。で保全、これは何、これね、緑なんですよ。緑って書き込んどいてください。緑です。緑を守るってことね。緑を守るのもやっぱり計画的な街づくりだからってこと。だから保全、ね、これが入ってきます。これ緑です。これは覚えておいてください。あと側柱ちょっと下降りてきますと、あと次今度ポイントなんですけど、県境や市境などの行政区画とは関係なく、この都市計画区域は指定できるよ。実際これね、都市計画区域ってこういうね、行政区画と関係ありませんからね。その街の広がりに応じて指定されるもんだから、だから行政区画とは関係ないよってことで、これはいいですよね。であとね、その下、これちょっと細かいです。都市計画区域の指定、これ案ですね、まだ案です。これについては公衆の縦覧手続きはいらないよってことでね、これでちょっと見ておけばいいです。ちょっと細かいですですね。一応以上がよいしょ、都市計画区域のご説明になります。こちらいかがでしょうで皆さんの中でね、宅建おやりになった方はね、いやまだまだ覚えてるよと、ね、そういう感じじゃないかと思うんですよ。でもちろん宅建やった方はね、その既存のね知識、まあ、結構もう忘れてるよって方もいるかもしれませんけど、既存の知識ぜひ大事にしながら、新たなその行政法規特有の知識を押さえていってください。いいですね。もう間違いなくやっぱ宅建やった方はね、大きなアドバンテージ持ってますよ、持ってますよ、ね、で逆に宅建とかやってないよ、今回初めて勉強するよっていう方はぜひね、特にこの都市計画法はじっくりちょっと聞いてみてください。新しい言葉が出てくる。さっきも言いましたけど、ここで都市計画法で出てきた言葉が今度他の法律でも随所に顔を出すから、だからそれにでも非常に大事な法律なんですよ。まして5問出るでしょ、5問出るから、いいですね。初めて勉強するよって方はぜひじっくりと聞いてみてください。じゃあ次で、今度帯番号 1-2 に行きましょう。準都市計画区域です。準都市計画区域でですね、でこれご覧の歌詞ですね、これ非常に大事なキーワード全部マークしました。でこれ最初これ読んでもね、ピンとこないと思う。でまずこれをね覚えちゃってください。こっち側柱のコメント、
準都市計画区域の例としては、山のふもとの高速道路のインターチェンジ周辺。これで覚えちゃって。ね。山のふもと、高速道路、インターチェンジ。ね。あそこですよ。あそこですよ。だからちょっとこれ図で書くと、私本当にね、図が下手なんだけど。山のふもとの、よいしょ。こんなイメージですね。山のふもとのインターチェンジ。インターチェンジ。ね。これが準都市計画区域の例として覚えてみてください。これを覚えると結構他のね、試験でよく出る知識も抑えやすくなりますから。準都市計画区域って何じゃ困りますから、山のふもとのインターチェンジ。ね。山のふもとの高速のインターチェンジ。ね。こんなイメージで。で、車を運転する人は分かると思うんですけど、このインターチェンジですね。この山のふもとの高速のインターチェンジ周辺って、結構好き勝手に建物建ってますよね。ラブホテルとかパチンコ屋とか。ここね、規制が緩い。規制が緩い。ね。で、こういうところに準都市計画区域、ね、これ指定されることが多いんですよ。で、どういうことかというとね、もう一回ちょっと上戻りますよ。こちら。都市計画区域。ここに指定されるのはやっぱり人口が多いんですよ。ね、またこれから人口が増える、そういうとこですよ。ね、だから都市計画区域、計画的な街づくりっていうことでこの都市計画区域が指定される。で、ここで当然乱開発が行われたら困るから都市計画区域にあってはこれです。ちょっとこれ書いておいてくださいね。これ厳しい。厳しい法規制がかかります。いいですね。都市計画区域は厳しい法規制です。ね、当然、計画的な街づくりをやっていく場所だから、乱開発なんかとんでもない。そんなイメージですね。厳しい法規制がかかる。だけど、戻りますよ。この山のふもとのインターチェンジってさっきも言ったように、結構好き勝手な建物建ちやすい。なんでかというと、ここあまり人住んでないですよね。人住んでない。人が住んでないから、この都市計画区域には通常指定されないんですよ。指定されれば厳しい法規制がかかるから、ラブホテルとかパチンコ屋が乱立する恐れはない。だけど、ね、人が少ないからこのね、厳しい法規制がかかる都市計画区域には指定されない。するとどうなるか。ね、これそのまま放置すると、どん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 、ね、これ好き勝手な建物が建って、将来この一帯人口が増えて、都市計画区域に指定しようとした時にはもはや手遅れになっちゃうんですよ。だからこれです。準都市計画区域、これを作ったんですよ。で、これを作ってこれです。ここまた漢字書いといてください。ゆるいって書いといて、ここですね。ゆるいね。準都市計画区域に指定して緩やかな法規制をかけるんですよ。そうやってね、乱開発が進まないようにこうやって規制を及ぼしている、規制をかけている、そういうこと。これが準都市計画区域です。だからこっちは緩い、それに対して都市計画区域は厳しい、ね、これをぜひ対比して頭しっかり入れといてください。よろしいですね。で、今私がご説明したのを前提にここお読みになってみてください。5条の2第1項いきますよ。都市計画区域外です。外、ね、都市計画区域内であれば当然厳しい法規制かかる。でも都市計画区域外、ね、厳しい法規制かかんない、ね、で、そのまでのうちそのまま土地利用制除、ね、または環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一旦の都市としての整備開発保全、さっき言いましたね、これこの3点セット、整備開発保全、保全は緑だよって言った、ね、で、保全に支障が生じる、さっき言った通りですね、手遅れになっちゃう、ね、だから準都市計画区域として指定できるんだよ、そういうことです。頭入りました ね。ぜひね、ここね、最初ここから入ってもね、何言ってんのかなって感じだけどね、この図からね、ご説明しましたんで、ぜひね、しっかりとここはこの山のふもとの高速道路のインターチェンジ、ね、これで押さえてみてください。で、とにかく準都市計画区域は緩やかな法規制をかけるってことですね。で、次、今度は右のページいきますよ。で、こちら3ページで指定権者です。で、これも押さえておいてください。都道府県です。都道府県で、ここは都道府県だけです。
国交大臣顔出しませんからですね。準都市計画区域の指定権者都道府県だけで、指定に必要な手続きです。でこれね、このご覧の箇所、これは押さえてほしいんだけど、またこれ覚えんのって皆さんちょっとなんかね、なんかちょっと憂鬱になるでしょ。これ覚え方があるんですよ。でこの同じページ下いきますよ。よいしょ。今度一番右側、これ準都市計画区域ね。とにかく全て指定権者は都道府県だけだよ、国交大臣顔出さないよって今申し上げました。で手続きね、ここ上の5条の2第2項ね、これよく見てください。こっちとこっち同じですね。だからもう終わりですよ。一瞬でしょ、一瞬で勉強終わりですよ、ね、さっきのこちら、ね、都市計画区域で、ね、一つの都道府県に都市計画区域を指定する、ね、指定権者が都道府県の場合の手続きとは全く同じ。だから準都市計画区域の方に転用したらいいんですよ。全く同じで、あともうちょっと付け加えておきますと、ここです。国交大臣は顔出しません。いいですね。なんで、どうして、さっきやったでしょ、これですよ。準都市計画区域は緩やかな法規制かけるからですよ。国交大臣までは必要ないと、これで覚えてみて、いかがでしょうね。都市計画区域は厳しい法規制かける、だから国交大臣までこれ顔出すわけですよ、ね、でも準都市計画区域は緩やかな法規制をかけるだけ、だからこれ国交大臣は顔出さないで覚えてみてください。おしまい。いかがでしょう、もうこんなヨーヨーです。もう私の講義こんなヨーヨーです、ね、これでとにかくね知識を抑えててください。でも皆さんねお感じだと思うんですけど、とにかく私イメージで喋ったばっかりでしょ、ね、これが大事なんですよ。これだと残るから、ね、こんな難しいね法律のねガチガチの言葉だけで覚えたってすぐ忘れますよ。今日一生懸命覚えたって明日にはもうすっからかんですよ、ね、だからイメージで一個一個の規定の意味とかそういうのを抑えていくんですよ。だから忘れにくいし、忘れても思い出せるから、で何よりも本試験のあの極限状態の中で必ずこのイメージだと使えるんですよ。使えるの、慌てないからいいですね。であとねちょっと速中戻りますよ。こちらこちらね、でここね、これはねまだ勉強してない言葉が出てきます。補助的地域地区ってやつなんですけどね、これ後でまたやりますからね。でそこやってからここにフィードバックしますんで、このプラスアルファです、この3ページの速中のプラスアルファ、これはちょっと一旦ね置いておいてくださいね。これまた後でね、後ろの方ちょっと勉強しないとね、ここ今いきなりやってもちょっと分かりにくいんでね、これまた後でねやってからフィードバックしますから。じゃあ次ですね、どんどんいきますよ。あとは大丈夫ですね。あとは、うん、次どんどんいきます。あ、ごめんなさい、そうだ、まだ一箇所これでした、失礼しました。あと基礎調査、ここね、ごめんなさい、ここね。でこれはね、必要があると認めるときは調査を行うということで、さっきの左のページの都市計画区域の場合と明らかに違うでしょ。こっちは必ずだった、しかもおおむね5年ごとに。それに対して準都市計画区域の方はこれちょっとピントが大丈夫かな、必要があると認めるときです。緩い緩いで、これもやっぱりここですよ、こっから紐付けてください。緩い緩いね、だから準都市計画区域ってとにかく緩いんだよ、規制が緩いんだよ、このイメージ持っとくといろんな内容を覚えやすいでしょね。そういうことね、これで押さえてみてください。よろしいでしょうか、ね、じゃあ次、じゃあ改めてですね、今度4ページいきましょう。こちらでまた例によってね、また一回プチッと止めてね、マークしちゃってください。で下の図はね特にマークなさらなくていいです。こちらはで速中いきます。こちらマークしちゃってください。プラスアルファですね。よいしょですね。で下降りていきますよ。こんな感じでここねですね。じゃあちょっとここでね、よいしょ、一回止めて、よいしょ、見ていきます。これぐらいで見やすいですかね。で帯番号 2-1、 都市計画の内容ね、これもさっき冒頭でやりました。まちづくりのプランやりましたね、やりました ね。場所を決めたら、場所がさっきのこれでした、都市計画区域ね、まちづくり、計画的なまちづくりを行う場所、場所を決めたら次に2番目に
プランを決めるんだった。いいでしょ。だからこのテキストもその順番にのっとってるんですね。で、都市計画とは都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、あと都市施設の整備および市街地開発事業ってことで、またなんか固いね、この名前がね、漢字が出てますけども、これもね、ちょっとこういう形で分類します。土地利用ね、これはもう読んで字のことをして土地です。いいでしょう。建物っていう人いないと思うんですよ、ね、でこっち右側ね、都市施設の整備および市街地開発事業、これがもう勘の言い方わかるでしょ。もう一個のやっぱものづくりなんですよ。この2つおよびでつながってます。でもうちょっと言うとね、また後で後ろでね詳しくやりますけど、この左側のものづくりの中のね、ものづくりの中の左側の都市施設の整備、これが単発事業って言います。単発、一個一個とですね、一個一個ってこと、単発事業です、ね、道路とか学校とか病院とか、こういうのを一個一個作っていく、こういうのを単発事業って言います。これを指してます。都市施設の整備、ものづくりの中の単発事業です。これが向かって左側、都市施設の整備って言います。で今度同じくものづくりの中の今度向かって右側、市街地開発事業、これがこの単発事業の反対概念で総合事業って言います。ちょっとメモしておいてくださいね。総合です。総合事業ってことで、こちらね、こちらは道路とか学校とか病院をまとめて作ってきます。だから総合事業って言います、ね、共に単発事業も総合事業もものづくりです。ただね、一個一個作っていくの、それともまとめて作っていくの、この違いなんですよ。よしですね。こうやってまた後で後ろ出てきますからね。であとはここはこれだけでいいです。今度左側いきますよ。じゃあこの都市計画、まちづくりのプラン、ね、具体的にどんな種類があるのかっていうのが今度左側いきますよ。プラスアルファです。よいしょ。で都市計画区域には都市計画として以下の11種類を定めることができる、できるになってます、ね、で種類がずらずらーっと上がってて、特にこのねピンクのマーカーでお示しをした、ね、これもともとこれゴシックになってるでしょ、太字。やっぱり試験でよく出るんですよ、ね、そういうのをゴシックにして改めて私の方でピンクのマーカーでお示しをしました、ね、この後それぞれの箇所で、ね、それぞれしっかり見ていきますから、やっぱ出るんですよ。特にここね、このマーカーでお示しをしました。でこれ全部都市計画です。まちづくりのプランで、今上でねご覧いただいたようにこれ定めることができるになってます。どういうことかというと、これ簡単に言うとね、レストランのメニューみたいなイメージで見てください。ね、レストラン入ってご自分が食べたい料理、ね、メニューから選ぶでしょ。そんなイメージです。どんな街づくりにするのか、ね、このメニューからチョイスするんですよ。チョイスする、そんなイメージで、だからできるなんですよ。できる、いいですね。ただね、一つ例外があって、この丸一のこれマスタープランっていうんですね。都市計画区域の整備開発保全の方針、これ方針ときたらこれマスタープランです。これ絶対覚えちゃってください。これ街づくりの方向性なんですよ。ね、街づくりがね、迷わないようにね、この羅針盤の働きをしてくれる。こういうのをね、マスタープランって言います。で、これは絶対必要でしょ。だからこの10種類のうちの丸1だけはできるじゃなくて、必ず定めなければならないんですよ。これもまたね、すぐ右のページでこれ出てきますから。いいですね。この後すぐやりますから。右のページでやりますからね。ごめんなさい、ちょっとピントが大丈夫ですかね。大丈夫ですね、戻りましたね。ね、この丸1だけは必ずです。必ず覚えておいてください。他は全部チョイスできる、ね、選ぶことができる、そういう都市計画です、ね、それぞれの歌詞でまた詳しく見てまいります。で今度ちょっと右のページいきます。こちら、よいしょ。で5ページですね。こちら見てくださいね。でまた先にちょっとねマークしちゃってください。で下行きますよ。いいですね。あと先にね下まで、あと脚注ね、ここね、即位したものね、のまでね、ここね、即位したもの
で、あと側柱いきます。側柱と上からね、もう一回移しますね。こっちちょっと大きくした方がいいですね。で、下いきますよ。で、一番下ですね。コメントはこれ、ここがいいですね。ちょこんとこでよしですね。で、この後ですね、ちょっと一番上戻りまして、よいしょ、よいしょ、こちらね、都市計画の方針、マスタープランって言いますね。羅針盤です。まちづくりの方向性って言ってもいいですね。ね、ここからちょっと確認をしてまいります。で、その前にちょっと一息入れます。はい、それでは最後の第4ユニットに参りましょう。では改めてですね、こちらテキスト5ページですね、ご覧ください。で、都市計画の方針ね、方針ときたらマスタープランね、ちょっと側柱ご覧ください。こちらね、方針ときたらマスタープランだよ。まちづくりの方向性ね、羅針盤って言ってもいいですね。よりですね。で、一応ここにね、種類がいくつか上がってますね。おいちょ、このくらいで入るかな。で、まず都市計画区域については、都市計画に次のような方針を定めると。で、ここね、条文ではこれ定めるになってるけど、意味は必ずです。必ず定めなきゃいけないよ。よしですね。これはやっぱり方向性ですからね、都市計画が迷わないようにね、道を踏み外さないようにね、やっぱりこれは必要ですからね、必ず定めなくてはいけないと。で、種類が一応ね、丸1、丸2、丸3、3つあるんですけど、試験対策上はこの丸1だけ覚えておけばいいです。とりあえずですね、都市計画区域の整備開発及び保全の方針ね。で、あと2つ目がこれね、市町村の定める基本方針、これ市町村レベルですね、丸にはね。で、丸3はね、都市再開発方針等ってことで、やっぱりちょっと印つきますかね、これね、これもね、やっぱりマスタープランなんですよ。ただこれは都市再開発関係ですね。またこれね、都市再開発法ってやります。駅前の再開発の法律なんですけどね、これ都市再開発に関連するね、マスタープランってイメージで一回見とけばいいですよ、これ。ただ一応このマスタープランね、方針ときたらマスタープランね、一応3つ種類があるよ、3つ種類があるよね。都市計画区域の整備開発保全の方針、あと市町村レベルの市町村の定める基本方針、あと再開発関係の都市、再開発方針ってことでね、一応3つあるよ、ね、ちょっと軽く頭入れといてください。で、今お話したことね、こちらにね、あの側柱のコメント欄にもちょっと載っけてありますんで、で、右の丸にですね、この市町村レベルのね、この基本方針、これは丸1に即して定めますよ。当然ね、丸1これがベースになりますんで、これね、これは都道府県レベルですね。丸1が都道府県レベルになりますんで、これにのっとって市町村レベルのマスタープラン、これを定めますよってこと。で、丸3はね、先ほど来申し上げている通り、再開発関係のものっていうイメージでね、これ丸3についてはご覧になっておけばいいです。いいですね。じゃあ次、こっからなんですよ。こっからがちょっとね、よいしょ、しっかりと押さえます。で、特にこの後ね、この区域区分っていうのをこの後下見ていきますけども、特に宅建をね、皆さんの中でね、やったことがないよって方は、ここぜひしっかり、ここは時間かけていいです。時間かけていいから、じっくり読んで覚えるようにしてください。ここで出てきた言葉がこの後他の法律とかでも顔出しますから、逆に言うと宅建やった方はね、まだご記憶にあろうかなと思いますね。もうまだ頭残ってるよって方は確認で押さえてください。初めてやるよって方はしっかり覚えてください。非常に大事なところです。いきますよ。で、まず区域区分って言葉が出てきます。で、これちょっと一旦置いといて、括弧1ね、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図る。要するに、だから乱開発規制してね、計画的な街づくりをするため、必要があるときは都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分、これを区域区分って言います。区域区分を定めることができる。できるです。定めなければならないじゃありません。過去問の引っ掛けでそういうの出てるんですよ、ね、都市計画区域について市街化区域と市街化調整区域との区分、区域区分を定めなければならないっていう引っ掛け問題が過去問で結構出てますけどね、ここをしっかりと正確に押さえてください、ね、必要がある時で足ります。その時に区域区分定めることができるよっていうことで、ね、で、この区域区分、これね、これ俗に線引きって言い方しますね。実務なんかでよく線引きって言います。
線引きです。線引き、これ正式名称ね。正式名称ってのは要するに条文で規定している言葉です。条文で規定している言葉、これをね文言って言うんですよ。ちょっと右に書きますよ。これです、文言です。これ文言って読まないでね、これね、これ文言って言います。条文で規定している言葉を文言って言います。もうこれすぐね次の民法でやりますから、もう民法やるとこの文言文言って言い方も頻繁に出てきますんで、もう行政法規の段階で覚えちゃってください。いいですね。文言って言います。条文で規定している言葉を文言って言います。でこの区域区分、これが文言です。条文ではねこの区分、区域区分ですね、こちらを規定しててね、これが文言で、線引きってのはこれはあくまでもね一般的な言葉ですね。一般的なあの実務で使われているね、これ使われている言葉です。実務でこっちの方が多いですよね。線引き、線引きですね、圧倒的にね実務では。ただこれは文言じゃないよ、正式名称じゃないよと。で当然本試験問題はこの正式名称で聞いてきます。要するに条文の文言通りの言葉で本試験問題を出してきますから。だから線引きだけで覚えとくと、この区域区分って言葉を見たときに何のこっちゃになっちゃうんですよ。だからそれは気をつけてください。いいですね。他の箇所もそうです。他の箇所もそう。特に皆さんの中で不動産系の実務ね、あの実務の仕事をなさっている方は気をつけてください。実務上の言葉と文言ってのはイコールじゃないですから。いいですね。本試験問題は条文の文言ね、条文の文言通りの言葉で本試験問題出してきますからね、これは気をつけてください。で戻りますよ。でこれ都市計画区域の中をね、必要があるときは市街化区域と市街化調整区域との区分、これ区域区分ですね、これ定めることができる。で実務では線引きって言うんですよって言った。なんで線引きっていうかというと、下の図ご覧ください。これなんですよ。これ都市計画区域でしょ、この楕円ですね、楕円都市計画区域、この中にこれですよ、線引き、これが区域区分ですね。必要があるときはこの都市計画区域の中を市街化区域と市街化調整区域、ね、との間2つに分ける、線引きして、これを区域区分って言います。区域区分、よしですね。ここですよ、これ区域、区分ね、区分って言いますですね、これですよ。だから線引きって言うんですよ。で確かに線引きの方が分かりやすいですよね。区域区分ってこの言葉で聞いてね、すぐイメージ持てる人ってあんまりいないと思うんですよね。なんか分けんのかなぐらいのイメージでしょ。線引きの方がね、あ、これ本当都市計画区域なんかこんな2つにこれねぶった切っちゃうんだね、分けちゃうんだね、ね、これですよ、ね、これを区域区分ね、実務上は線引きって言ってます。これですよ、これですよ、ですね。でこれ必要があるときです。必要があるときはね、この区域区分できるよってことで。で次ですね、じゃあ市街化区域ともう一個の市街化調整区域ってどんな場所なのっていうのが次の問題ですね。でまず市街化区域からいきます。すでに市街地を形成している、もうすでにね市街化されている区域およびです。だからもう一個ある。おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域ってことで、これね7条2項で規定してるんだけど、市街化区域っていうのはね、厳密に言えば今ご覧いただいたように2つあるんですよ。2つある。1つがもうすでに市街化がねこれされてる場所、もう1個がまだ市街化されてないけど、これからおおむね10年ぐらいかけて優先的かつ計画的に市街化を図っていく場所ってこと。一応2つあるよってのは知っといてください。で試験で出るのは2つ目の方なんですよ、この市街化を図る。だって1個目の方は当たり前でしょ、もうすでにこれね市街地形成してる、市街化されてるんだからね、当然市街化区域に当たるのは当たり前ね。もう1個こちらを試験で聞いてきます。だからここをマークしてます、市街化を図る。でただねこの10年、この数字はあんまり無理に覚えなくてもいいです。ここでの引っ掛け問題は出てませんから、過去問見ても。ただこれはただ皆さんがね鑑定士ねの実務やっていかれる上で、この10年はやっぱりある意味常識としてただ知っといてほしいかなって、そんな感じはいたしますですね。まあ、とにかく市街化区域ね、これから10年かけてね
優先的かつ計画的に市街化を図っていく場所ってこと、これは頭に入れといてください。でもう一個、その真逆が次のカッコ3の市街化調整区域です。でこれもキーワード、市街化を抑制です。抑制すべき区域、禁止じゃないです。禁止じゃなくてあくまでも制限する、制限する、ね、場所ってことで、ね、これそれぞれキーワードは必ず覚えちゃってください。よしですね。その上でそれぞれの場所のイメージ、ちょっと側中ですね、こっちですね、コメント見てください。こちらいきますよ。でイメージとしてはこの市街化区域はビルをどんどん建てる場所、これで頭に入れておいてください。これがこれ市街化を図る、ね、これ言い換えればビルをどんどん建てるってこと、これ市街化区域ね。でもう一個の市街化調整区域、これもう一回戻りますよ。でもう一個の市街化調整区域はこれ3つあるんですよ、イメージが。で特にこの1つ目、これ絶対覚えてください。絶対覚えて、もっと言うとたった今覚えてほしいぐらいのレベルですね。基本的に建物を建てられない場所、いいですね。ここもうアンダーライン引きます。ここでピンクのマーカーで示してさらにアンダーライン引きます。それぐらい重要ですね。基本的に建物を建てられない、これが市街化調整区域のイメージの1つ目で、イメージの2つ目ができるだけ自然を残す場所ってこと、これが市街化調整区域の2つ目のイメージで、3つ目のイメージが農業林業漁業をやっていく場所ってこと、ね、この3つあるんですよ、市街化調整区域のイメージ、ね、その中でもこの1個目は絶対覚えてください。建物を建てられないってこと、これこの後いろんなところで使うから、ね、それに対して市街化区域、これはね逆でビルをどんどん建ちていく場所、ね、このイメージも覚えておいてください。よろしいですね。こちらでもう一回ちょっと上のね市街化、あごめんなさい、区域区分のところ戻りますけども、このねこの区域区分っていうのは都市計画区域だけですからね、もう一個の準都市計画区域でのこの区域区分っていうのはありませんからね。ちょっと書いておきますよ。で一応ねバッテンで準都市計画区域ですね、ここここでちょっと字があれですけど、準都市計画区域って書いてバッテンつけておいてください。これ過去問の引っ掛けです。準都市計画区域じゃないよ、バッテンとは違うよってことね。都市計画区域だけだよ、区域区分があるのは、いいですね。これ過去問で引っ掛け出てますからね、でこういうふうにバッテンつけてね、こうやってメモしていくとね、過去問の引っ掛けどころも同時に頭入るから、でこういうのもちょっと参考になさってみてください。準都市計画区域って書いて横にバッテンつけてみてください。ですね。であとこれもそう、必要があるときだよってことで、これも過去問でね必ずね、これ必ず区域区分定めなければならないっていうね引っ掛け問で過去問出てますけど、必ずじゃない、これもバッテン、必要があるときで足りるんだよってことですね。よしですね。こんな料理でこういうのね、ちょっとね、ぜひ参考になさってみてください。ですね。で、そうすると必要があるときは都市計画区域の中を市街化区域と市街化調整区域の2つに分けるんだった。ってことは必要がなければ分けない。で、分けないやつをちょっと左のページ、ごめんなさい、左のね、あのポイント見てください。これです。この区域区分がされていない都市計画区域を、これ区域区分が定められていない都市計画区域って言います。これも覚えちゃってください、ね、もうそのまま説明の通りですね、これね区域区分がされていない、ね、都市計画区域の中を市街化区域と市街化調整区域の2つに分かれてない、ね、都市計画区域を区域区分が定められていない都市計画区域って言います。でこれも実務上ね、これ非線引きって言うんですよ、線引かないから非線引きって言います。よろしいですね。こちらね、それが図でいくとこれです。区域区分が定められていない都市計画区域です。だからこれ分かれてないでしょ、線引きされてない。だからそうするとこれもしっかり覚えてほしいのが、都市計画区域には2種類あるよってことね。区域区分がされたやつとされてないやつの2つがあるよっていうのは、これもしっかりしっかりと頭入れといてください。でくれぐれもこの丸4の
さっきやった準都市計画区域とごっちゃにしないでください。頭に準がついてます。ここはこれさっきやりましたね、山のふもとのインターチェンジです。ここはよしですね。じゃあこの区域区分が定められてない都市計画区域って具体的にどんな場所なのかっていうと、もう一回ちょっと即時をお戻りください。こちらこれ例としてはね、これですね、人口数千人レベルの地方都市ですね。人口数千人レベルの地方都市、これイメージしてみてください。これ実際ね、あの地方とか行くとね、結構こういう場所です。ちょっと図書きますけど、こんなとこありません？最近ね、まあ、コロナの関係でいろんなテレビ見ても、あ、ごめんなさい、ちょっとまたピントがちょっと調子が、よいしょ、大丈夫かな。結構ねテレビ見てもあのロケ番組が多くて、結構地方なんか行くとね、こんな場所皆さん目されませんかね。家があってすぐ隣が畑で、ちょっと向こうに工場です。ですね。でこんな場所、ちょっと違いますよね。家があってね、ここで住んでる、隣に畑があって、でちょっと向こうに工場がある。だからこっから手前が市街ね、この真ん中から向こうが市街化区域ね、真ん中から手前が市街化調整区域とか、なかなかこういうね、綺麗にこう区分けができないね。だからこういうところね、これを区域区分が定められてない都市計画区域ってことで、ちょっとイメージしてみてください。だから例として人口数千人レベルの地方都市です、ね、地方都市行くと結構こういうとこ、ね、ロケ番組なんかで結構皆さんもね目にされるんじゃないのかなと思います、ね、だから線引きできない、ね、これ区域区分がしにくい、そんなイメージで、ね、この図でちょっとイメージを押さえてみてください。よしですね。で以上整理するとこれです。ここちょっとちっちゃくしますよ。で最後この5番目ね、これぜひしっかりと覚えてくださいね。これまず都市計画区域2つあるよってさっきやったね、左が区域区分がされてるやつと右がされてないやつで、さらには右下ね、準都市計画区域、これ山のふもとの高速道路のインターチェンジだった。で最後5番目これなんですよね。これ都市計画区域および準都市計画区域以外の区域って言います。いいですね。この言い回し、これ法律特有なんですよ。なんとかおよびなんとか以外。要するに都市計画区域でもなく、準都市計画区域でもない残りの場所って意味。それがこの表現なんですよ。都市計画区域および準都市計画区域以外の区域。山奥無人島です。ほとんど人がいないとこ。いいですね。このなんとかおよびなんとか以外。だから例えばね、ちょっとピンとこない方、これで押さえてみてください。ね。これ例えば A とします。ね。で、右を B とする。だから、A および B 以外と来たら C なんですよ。そういうこと。ね。この接続詞の使い方、およびとか、あと以外とか。ね。こういうの、なかなか普段普通の文章で使わないでしょ。法律では結構頻繁に使うんですよ。こういうのも慣れてってください。なんとかおよびなんとか以外と来たら、A でもない B でもない、だから C だよ、だから山奥無人島で、こうやって聞くとね、いやでも先生これ無人島ってそんなあんのかって皆さん言うと思うんですよ。ありますよ。これ国交省の資料を見ると約6400って言われてるんですよ。無人島6400ですよ。私国交省のあの資料で調べましたもん。無人島、逆に有人島、人がいる島は約400島らしいです、国交省の資料によると ね。だから決してこれレアじゃないんですよ。覚えておいてください、ね、そうすると日本がご覧の通り5つに分類できるよってこと、ね、これも頭にしっかりと入れておいてください。これがベースです。この後都市計画を勉強していく上でこの5つに分類されたね、この図がベースになってきますから、ね、ここさっきも言いましたけど、初めて今日ねこれ勉強したよ、宅建やってないから初めて勉強したよって方はここぜひ、ここは時間かけていいからじっくりと押さえてください。よろしいですね。であとちょっと左上戻りますよ。あと即中のポイントね、これも一応マークしました。これさっきお話しましたね、必ず区域区分が定められるんじゃないよってことでね、これ必ずじゃないよ、必要がある時だよってやったですね。であと脚注いきます。ちょっとこうね決定権でちょっと置いといて脚注いきます。でこちらこれがローマ数字2番なんですね。
こちら。で、これ上の本文のどこ指してるかというと、見えますかね、ここです。ちょっとちっちゃくて、ここです、ね、これが脚注の2番です。で、これはもう内容は至って当たり前のことを言ってますね。都市計画区域について定められる都市計画は、当該都市計画区域の整備、開発、保全の方針に即したものでなければならないということで、これもやりましたね。もう当たり前のことで、そのためにこのマスタープラン、ね、この方針を定めるわけだから、当然これにマッチしてないとダメですよということですよね。よしですね、こんなところです。いかがでしょうね、ここぜひね、初めて勉強したからね、しっかりとね、頭に入れるようにしてください。じゃあ次ですね、ちょっとさっきね飛ばしましたけど、ここね、決定権者、これも見ておきますよ。で、これ何の決定権者かというと、区域区分です。区域区分、いわゆる線引きね、こちら。で、これ誰がね、都市計画に定めるのかね、決定できるのか、都道府県です。都道府県、市町村じゃないよってことで、ここはね、ちょっとこの言葉書き足しておいてください。広域的、これ使うと頭に残りやすいです。区域区分ね、都市計画区域の中を、これでしたね、市街化区域と市街化調整区域とに二分する、分けるね、これは広域的な判断が要求されるから、市町村では役不足、したがって都道府県って言われてるんですよここ。広域的って言葉使って、この都道府県という結論ちょっと覚えてみてください。そうするとね、頭には残りやすいかなと思います。よろしいでしょうか。一応こんなとこですね。ね、ここはぜひね、このページ、この5ページですね、ここはぜひね、しっかりと押さえていただきたいなと思います。じゃあ次ですね、今度は裏いきますよ。こちらで、土地利用の制限、続いて6ページ、帯番号2の4ですね。で、また先にね、ちょっとマークしちゃってください。こちら。で、下行きますよ。見えますかね、こんな感じでね。で、一番下。この13種類までちょっとマークしちゃってくださいね。あと、側注いきます。この6ページですけど、左のね、コメント。よいしょ。ここ。用途地域。あと、下はいいです。こんな感じで、まっさらでいいです。で、右のページいきます。で、右の7ページ、まず本文からですね。こちらもね、これもよく出るんですよ、ここね。しっかりとマークしちゃってください。で、その下、ここで。で、その、さらにその下はいいです、ここね。まっさらでいいです。で、側注いきます。7ページの左の側注ね。で、まず上の、ここ、幹線道路、駅前商店街ですね。あと一番下、側注、ずっと下までいきますよ。ここまで。ですね、マークしちゃってください。で、ちょっと左のページも取ってください。いきましょう。用途地域ですね、またさらにね、大事な内容にもね、踏み込んでいきますんで、よいしょ。で、土地利用の制限ってことですね。で、宅建やった方はね、皆さんの中で宅建やった方はね、用途地域っていうのはね、これはおなじみかなと思いますね。この後見ていきますけど、13種類あるんですね。13種類、ね、改正によって田園住居ですね、この丸三の田園住居地域っていうのが四半世紀ぶりにね、法改正によってね、3、4年前でしたかね、これが追加されてますんで、ね、結局合計で13種類にこれ増えてますですね。こういうのを用途地域って言います。用途地域13種類ありますですね。用途地域で、ここちょっと一回見ておきますよ。土地利用の計画、土地なんですよ、土地で。今回冒頭から皆さんに申し上げている通りね、この都市計画法っていうのは土地関係かな、それともものづくり関係かな、二分するんですよって申し上げたでしょ。当然この後ご覧いただく用途地域は土地、土地です。いいですね、その視点でご覧くださいね。じゃあもう一回戻りますよ、こちら。で、土地利用の計画として、地域地区ね、これを定めることができると。で、この地域地区の中が、この用途地域と保持的地域地区に分解できるんですよ。だからちょっと書いておくと、丸一プラス丸2で、用途地域が丸1で、補助的地域地区が丸ですよということで、これでそれぞれね、この3つの言葉の相互関係を頭に入れちゃってくださいね。この用途地域と補助的地域地区、この2つ合わせたのが地域地区って言いますね。逆に言うと、この地域地区の中が用途地域と補助的地域地区に分解できるんですよ。で、この地域地区の中でベースになるのがこっちです、用途地域。だからこれ
地域地区で基本となるのが用途地域だよ、そういうことなんですね。でこの用途地域を補充する、ね、のがこれです。補うって書いてあるでしょ、ね、補充するのが補助的地域地区って言います。もう名前に出てますね。よろしいですね。でこれ覚え方なんだけど、これ用途地域の地域と補助的地域地区の、ね、地区、このそれぞれ2つのお尻の 2文字、これくっつけると地域地区です、ね、これでこの3つの言葉の相互関係ちょっと頭に入れてみてください。でこの後まず1つ目、ね、この地域地区で基本となるこの用途地域、これを見ていきます。で先ほど来申し上げている通り13種類あります。ずらずらずらーと。でまずこの用途地域なんですけど、対別すると住居系と商業系とあと工業系、この3つに分解できます、分類できます。まずこれ頭に入れちゃってください。いいですね。でこの住居系がご覧通り、1の大指定層住居専用地域から始まって、で8番目準住居地域まで8つあります。8つある。でさらには今度商業系が2つある。近隣商業地域と商業地域2つある。で最後工業系が3つ、準工業地域から工業専用地域まで3つある。よしですね。これです。でこの用途地域ね、一応3つに分類できて、さらにはね合計で13種類あるのは分かったと。じゃあそもそも何のためにこんな用途地域なんてものをね都市計画法が規定してるのかなというと、側中見てください。これコメント欄、用途地域とは使い道を定めた地域のことですよ。でどういうことかというと、用途地域が定められると用途規制です、ね、これがかかって好き勝手に建物が建てられなくなっちゃうんですよ。これでこれちょっと34ページ開けてみてください。このテキストです。合格基礎テキスト34ページ、まだまっさらですまだ私マークしてません。これ建築基準法なんですよ。建築基準法ね。でちょっと印つけますけども、よいしょ、ここ、これ用途規制って言います。用途地域、まあやりましたね、13種類あるんだよって都市計画法でやったごとの規制、これを用途規制って言います。用途規制、これ皆さんの中で宅建やった方はねお分かりになると思うんだけど、初めて勉強する方ね、ここもねしっかり見ていただきたいんですけど、詳しくはねまたこの建築基準法の時あるんで、とりあえずね軽くここでねご説明しておきますと、ここ13種類の用途地域、今都市計画法でねざっとご覧いただきましたけど、これが並んでて、で今度左の方を見てほしいんですよ。縦にそれぞれのいろんなね建物の種類が上がってます。で丸は建てられるんですよ。で×は建てられないってこと、そういう表なんですよ。これを用途規制って言います。用途規制だから、例えばねちょっと下降りていってほしいんですけども、下から2段目ちょっとお聞きしますよ。物品販売店舗飲食店1、2階以下かつ150平米以内、これ簡単に言うとコンビニを指してるんですよ。コンビニです。でこれ見ていただきたいのが一番左側がバッテンです。コンビニが建てられないってこと。じゃあどこに建てられないかというと、上上がっていってください。大指定層住居専用地域です。いいですね。これこの後勉強しますけど、高級住宅街なんですよ。大指定層住居専用地域っていうのは高級住宅街に指定されます。だからこの高級住宅街に指定されると、ね、大指定層住居専用地域に指定されると、その中ではコンビニが建てられないってこと、これがこの用途規制ってこと。でこの用途規制を定める前提として都市計画法で用途地域ってものを定めてるんですよ。だから用途地域ごと自体に意味があるんじゃないんですよ。用途地域を定めて、それぞれの用途地域ごとの規制、用途規制、ここにこの用途地域この13種類の意味があるんですよ。いいですね。また後で詳しくやりますから、ね、とりあえずこの大指定層、ね、これ高級住宅街ではコンビニ建てられないよ、これはちょっと軽く頭に入れておいてください。ちなみに私の家の近所コンビニだらけです、ね、まあ、そんなどうでもいいんで、でちょっともう一回戻りますよ。でそうするとよいしょ、こちらですね。もう一回テキスト6ページを戻りください。それがこれです。コメント欄ね、用途地域が定められると用途規制かかって好き勝手に建物を建てられなくなりますよ、そういうことですね。これを言ってます。でこれちょっとね図でお示ししておきます。皆さん後で忘れちゃうと困るんでね、
話聞いてるときはね、分かったつもりになってもね、時間経つとね、人間って当然忘れちゃいますんでね、ちょっとメモしておきますよ。で、ここね、上の余白ね。で、ここ、用途地域ですね。用途地域って書きますよ。ここね、用途地域を定めると。ね。これ、右が矢印書きますよ。用途規制かかるんだった。いいですね。用途規制、ちょっとメモしますよ。いいですね。用途地域を定めると、用途規制がかかって、好き勝手な建物を建てられなくなるんだった。ね。これ、具体的に言うと、まあ、やりましたね。大指定層ですよ。こちら。第一種低層、これこの後また詳しくやりますけども、高級住宅街です。ここに載ってます、これね、高級住宅街、これね。だから大指定層住居専用地域に指定されると用途規制、コンビニダメ、コンビニはダメって書いておきますね。ダメってのは建てられないってことね。いいですね。大指定層住居専用地域に指定されると、その中ではコンビニはダメ、建てられないってこと。これが用途地域が定められると、用途規制がかかって、好き勝手に建物を建てられないってことの具体的な意味です。いいですね。そうやってそれぞれの場所ごとにふさわしい建物だけ建てられるようにしてね、その計画的な街づくりを図ってるんですよ。だからここ、使い道を定めた地域ってのはちょっとね、これ分かりにくいかもしれませんけど、そういうこと。ね、用途地域ごとに、ね、その場所場所にふさわしい建物を建てられるようにする。逆に言うと、ふさわしくない建物は建てられないようにしていくんですよ。そのための前提になる、ね、制度が用途地域ってこと。で、具体的な用途規制は次の建築基準法で規定している。だからこのちょっと書いておきますけども、用途地域は都市計画法って書いておいてください。これね。ですね。用途地域は都市計画法で定めているよ。13種類。で、それによって発生する用途規制は建築基準法で規定してましたね。これはしっかりとね、これ皆さんが鑑定士おなりの時も絶対ね、この知識使えますんでね。これです。だからこれ気をつけてほしいのが、2つの法律にまたがっているってこといいですね。用途地域自体は都市計画法で規定、でもこれだけでね、さっき言ったようにこれだけに意味があるんじゃなくてね、こっち用途地域ごとにこの用途規制、これは建築基準法で定めてるんですよってことでした。一応これぐらいにしておきます。よしですね。でちょっとね、今回も時間ですのでね、一応1回目以上で終わりますけど、次回ここの続きからね、さらにこの用途地域ね、試験で出るところをまた皆さんにねご説明してまいりますのでね、またぜひしっかりとお聞きになってくださいね。じゃあもう時間ですので今回以上といたします。お疲れ様でした。